いやーもう1時に戻んなきゃいけないからな、あんまり時間ねえんだよな、急いで食わなきゃいけないな。それにしてもなんだよこのファミレスは、よメニューも持ってこないのか、ったく。すいません、ちょ、すいません。え、俺？いや、あんただよ。俺いいです、俺いいです。いやいや、いいです。いや、俺いいです。いや、客が呼んでるから来てよ。あ、お客様ですか。いや、そりゃそうだろう。申し訳ございません、眼中になかったもので。失礼だな、お前。お客様もしかして。なんすか。有名な方じゃないですか。いや、有名っていうわけではないですけど。テレビとか出てますよね。いや、たまにですよ。やっぱりそうだ。指名手配中の犯人か。誰が指名手配されてんだよ。犯人じゃないですか。犯人じゃねえ、失礼だな。犯人じゃない。違うよ、いいか、メニューよこせよ。メニューでいいんだな。メニューで人質を解放するんだな。犯人かって。いねえよ、俺人質なんかよ。よこせよ、早く、時間ねえんだ俺よ。ったくもう、どうしよっかな。どうだ、カツ丼でも食うか。犯人かって。だから取り調べ受けてんじゃねえんだぞ。さっさとご注文お願いします。いや、お前が邪魔してんだろ。お前に付き合ってるだけだろ。さっさとお願いします。分かってるんですよ。じゃあもうこのほうれん草のソテー。干し草ですね。牛か。ほうれん草のソテー。干し草1トンですね。植えた牛かって。こんな食えるか1トン。もういいわ、ハンバーグセット。ハンバーグセットかしこまりました。ああ、少々お待ちくださいませ。急げよお前。ったく、変なの捕まえちまったな。ったく、もう時間がねえんだよ。ったくよ。お待たせしました。おー、来た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 。よし、じゃあメニュー紹介するぜ。まずはドラムコーヒー、ギターサラダ、そしてボーカルのライバンドか。長えよ、何メンバー紹介してんだこれ。まったく時間がねえ。おいおいおい、ちょっとちょっとちょっと、ナイフとフォークねえよ。申し訳ございません。テレレレテレフォーク。ドラえもんかって。スッと出せや、そんなもん。急いでんだ俺は。ったく黙っとけよ、まあ、ってほしいな。ったく、うーし、出てくっちゃうな。だからなんで立ってんのそこに。何まだチップを。欧米かお前。ねえよこんなシステム日本には。よ、チップくれないの。ねえよ。じゃあ今日のダンスパーティーどうやって行けって言うんだ。欧米かって。ダンスパーティーなんか行ってんじゃねえよ。わけがわかんねえ、時間がねえって言ってんだろ。もうお下げいたします。いや、何してんだよお前。まだ食ってねえだろうが。いや、店を閉めないといけないので。な、食ってもいいのに、なんで閉めんだよ。サッカーの試合を見るんです。イタリアかお前。闘技を見るんです。スペインかって。オーロラを見るんです。北欧かって。私はこの国の王だ。国王か。いや、わかんない。ほらお前、国王か。お前めちゃめちゃだなお前。飯食わせねえわ、頭叩くわ、お前。どんな店だこれ。帰る。冗談じゃ、二度と来るかお前。どけよ、こげ。お会計の方よろしいでしょうか。はぁ、このままですと食い逃げになってしまうので。いやいや、食ってもいねえのに食い逃げもなんもねえだろうがよお前。申し訳ございません、お会計の方よろしくお願いします。めちゃめちゃだな、お前の店。もういいわ、いくらだよ。ハンバーグセットなんで1200ドルです、うん、欧米かってお前。円で言え、円でお前。日本かって。日本じゃねえか。日本じゃねえか、ここは。円だろうがよ、1200円だな。1200円です。お支払いの方、現金、カード、石。原始人かって。いいだろ、バカいるからお前。現金に決まってんだろ。現金で。お客様、あちらに泊められてるマンモス、お客様。原始人かってお前。なんでマンモス買ってくんだ俺が、これ。おい、2000円や。2000円お預かりします。じゃあお返しが2000円お預かりで1200円なので、子供かお前。800円ずっと渡せや、これ。お客様、そういうお会計とかは店員に言った方がいいと思います。じゃあお前誰だよ。お客さん、お客さん、終点ですよ、来てください、お客さん。終点ですよ。え、終点ですよ。え、もう日曜の夕方。商店じゃねえよ。終点ですよ。終点着きました。はい、じゃあ終点に着いたことを祝して乾杯。なんでですか。飲んで飲んで。そう、なんで飲まなきゃいけないんですか。あんたと俺の仲だろ。飲んだ仲ですか。初対面じゃないですか、私たちは。遠慮すんなって、酒臭いぞ。水臭いでしょ。酒臭いのお客さんじゃないですか。飲んで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 飲んじゃうよ。何飲ますんですか、育毛剤なんて。飲んでいいんだよ。何言ですか、もう他のお客さんも降りたんで、もう最後お客さんだから寝ないでください。ちょっとお客さん寝ない。お客さん起きてください。あ、すいません、チェックでお願いします。居酒屋か。領収書をね。居酒屋かって。だからあれ、下駄箱の鍵がね。居酒屋かって。下駄箱なんかないですよ。あとちょっとだよ。あと一息乗ったら帰るからさ。あと一杯飲んだら帰るみたいに言わないでくださいよ。よし、今日は朝まで乗るぞ。居酒屋かって。朝まで飲むぞみたいに言わないでくださいよ。まったく何言ってるんですか。じゃないですよ。大丈夫ですか。もう、ちょっとやめて、勘弁してくださいよ。ここはできちゃったみたい。おめでたか。できなくないでしょ。何言ってんすか。蹴った。おめでたかって。
何も蹴らないでしょうが、降りてくださいよ。え、降ろせって、ひどい。いやいや言ってないでしょ、降ろせって言ってないです、降りろって言ったんですよ。ひどい、絶対言わない。言ってないから。いやちょっとちょっと気持ち悪い。大丈夫ですか、あんたの顔殺すぞ。気持ち悪いだったく、気持ち悪い。お客さん相当飲んでるでしょ。飲んでないですよ。飲んでますよ。飲んでないですって。本当に飲んでますって。今回勘弁してください、もう点数がないんですよ。飲酒検問か。あんの点数なんかないですよ。おまわりさんじゃないの。違いますよ、コスプレか。いや違うよ。いや何がコスプレじゃねえか。あんたが勝手に鍵らしいな、ま、勝手に勘違いしてるだけだろうがよ。何がコスプレ。うるせえやこの野郎。何なんすかその態度。うるせえんだよお前この野郎。何すか。俺はね、嫁子供のためにな、一生懸命やってきたんだよ。いやそれは分かりますけど、ね、それつきしょう、いまだに嫁もできやしねえ。独身じゃねえか。何すか嫁子供って。何言ってるんですか。何がおかしいんですか。ちょっとなんか楽しくなってきたね。知らないぞ。ゲームやろゲーム。やらない。山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅の名前、品川、新宿、渋谷、新橋。あんた強いね。車掌だよ。負けられないでしょうか。もう何言ってるんですか、うん、ちょっともう本当降りてもらわなきゃね。こうなったら鉄道警察呼ばなきゃいけないですよ。警察。はい、実はねこういうもんなんだ。定期じゃねえかただの。何が実はねだよ。こっちも遊びじゃないんでね、暇じゃないですよ、もう本当に。頼むよ、聞いてくれ。最後だから最後に聞いてくれよ、はい、本当最後ですよ。これ聞いたら帰ってくださいよ。何ですか。俺は会社のために今まで一生懸命頑張ってきたんだよ。それなのに課長はよ、お前は会社のお荷物だってよ。俺は貨物列車か。何が。いやいや、なんで俺が叩かれんの急に。急に急降下。いや何がだよ。だからよ、あー急降下。何がって全然わかんない。結婚してください。急婚か。いい加減にしろ。なんで俺がベジベジ叩かれんだよ。さっからリンゴが10個あります。猫がやってきてリンゴを1個加えてきました。さあリンゴは何個。9個か。11個だ。なんでだよ。猫が1匹やってきてリンゴ1個加えてった、追加してった。あ、なるほど。加えたってのは足してったってことか。どうでもいいよ。あれ、このデパート初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけど。090-23。携帯番号じゃねえ。なんでナンバー見てになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いやお寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。あの家財道具なん、ちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場。ギフト売り場知ってます。ギフト売り場。はいはい。ああお気遣いなく。お前にじゃねえよ。なんであんたに買ってやんねえ。いけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをねいろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますのでまとめて行ってください。本当それ助かる、はい、ちょっとねいろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい、あのベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか。はい、あとはね、あの家電はどこに売ってますかね。それでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えないの。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あ、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか大人用ですか。子供用に決まってんだろ。何してんだお前。子供用。はい、何だお前。他はあとね、あ、スーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎か。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだこいつ。腹なお前。妻は博多真由子です。は、博士太郎か。何が。てめえ何客の頭叩いてんだこの野郎。お前ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。ってな、でそんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと言い聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってます。あ、向こう、はい、うわやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。的漁師かかお前。
なんだ次々よ。これじゃない。これじゃないっすよ。じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないっすか。そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれお前、こんなもんってあるかお前。もういいわ、一緒に来た友達に探してもらうから、ちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。ちょっとどんどん雨が強くなってくるじゃないですか先輩。本格的に嵐になってきやがったな。このままじゃどうしようもない。おい、こんなところに洞窟があるぞ、入ろう。どうした、入ろう。何もしないっすか。ホテルかお前。何するってんだ気持ち悪いな。お前は今入るぞ。はぁ、いやぁ、これで少しはしのげるな。いやそれにしてもどんどん悪天候になってくるじゃないですか。えらいことになったな。だから無理だっつったんすよ、世界最高峰のチョコモナカに登るなんて。チョコランマだよ。チョコモナカって美味しそうだなお前。え、何言ってんだよ。そんなこと言ってもしょうがない。まあとにかくな、今助け呼ばなきゃ。そうですね。よし、救助隊に SOS の連絡をしてくれ。わかりました、今から乗ろしてあげます。昔かお前、時間かかるわこんなもんお前は。よ、じゃあこれで失礼します。いや昔かて、虎がいて、おかしいだろ。じゃあハト飛ばします。いや昔かてお前、電車待ってて。いや全然飛ばねえじゃん、全然飛んでねえから。白線じゃねえかあれ、飛ばくねえだろ最初から。何をやってや、通信機を使え、通信機を。国語通学理科オール2です。通信簿かお前。誰がそんなお前の成績聞けっつったらこの野郎。お前違うだろうが、通信機だよ。通信機って何ですか。だからトランシーバーだろ。ああ、ちょっと待ってください。お前は使えねえな。はい、これ。うわ、聞こっか、聞こっか。トランスフォーマーじゃねえかこれ。なんでこんなの持ってきてんだお前。いや頂上着いたら遊ぼうと思って。子供かお前。こんなもんいらん、トランシーバー出せよ早くお前は。よ、トランシーバーなんか持ってきてないっすよ。持ってきてねえのかよお前。なんなんだ余計なもんばっかり持って、全然肝心なもん持ってきてねえじゃねえかよお前。ほんと遭難しまったよこれじゃ。そうなんすか。親父かお前。余計なこと言ってんじゃねえよ。なんなんだお前はよ、ったく使えねえな。腹立ってきたら腹減ってきたよお前よ。ったくなんか食うもん持ってねえのかお前。ありません。ったく何も持ってねえな。じゃあなんか寒さをしのぐもんねえのかよ。はい、ちょっと待ってください。カバンに入ってるのは、もうなんか出してくれよ。アロハと、うん、海パンと、うん、シュノーケル。ハワイかお前。もうバカンス気分だろてめえよ。何してんだよ、誰を見てんだそれで。ちゃんとまともなもん持ってこいよお前。ペナントと木刀とキーホルダー。修学旅行かお前。どこで買ったこのお土産あるかお前。登山途中にあったくよ。なんだお前、何も使えねえな。いやでも先輩、僕もめちゃめちゃ腹ペコなんすよ。あ、そういえば俺チョコレート余ったぞ、食うか。いや俺甘いのダメなんだ。わがままかお前。ここで好き嫌いはダメだろお前絶対に。なんだよ。あ、そういえば魔法瓶の中にコーヒーが余ったぞ、飲もう。いや俺エスプレッソしか飲めない。わがままかって。だから飲めんやてね。なんだお前、もういいよ勝手にしろ。たくでもこの後どうなっちゃうんすかね。大丈夫だ、必ず助けが来る。来るわけないじゃないですか。なんでわかんだそんなこと。まだ気づかないんすか。何がだ先輩ね、すげえ嫌われてるんですよ。嫌なこと言うんじゃねえよ。誰が嫌われてんだこの野郎。今日だってね、これじゃんけんで負けてきたんですか。ガスゲームじゃねえかそんなの。ガスゲームですよ。ガスゲームですねえよこの野郎。絶対来るに決まってんだろうがお前は。何言ってんだよ。あ、どうした。今日は13日の金曜日ですよね。ああ、確かそうだったな。これは不吉なことが起こるぞ。もう起きてるよお前。真っ只中だよ今よ。今わかるだろこの状況。まあでも雨に当たって体が冷えてきたな。はあ、おいお前まさか眠たいんじゃないだろうな。すいません、なんだか急に眠気に襲われて。バカ野郎お前、こんなとこに寝たら凍えてるぞ。もう我慢できない。何言ってんだよ。布団引いてパジャマに着替えなきゃ。自宅かお前。がっつり寝ようとしてんじゃねえよお前。あ、でもないつもの枕じゃなきゃ寝れねえんだよ。大学先かお前。枕も布団もねえよお前。機関持てよ機関を。大丈夫ですよ、本当に危なくなったらね僕はおならをします。スカンクかお前は。何なんだお前は。全く今日持ってやれよ。参ったな。でもこのままじゃどんどん眠くなる一方です。そうだな、なんかいいアイデア。そうだ、歌を歌って大声を出して眠気を吹き飛ばしましょう。それはいいな。よし歌おう。年々コロリバカ野郎お前は。なんで子守歌歌っちゃうんだそこでお前。寝ちゃうだろうかそんなもん。なんかもうとにかく、まあ寝ちゃいけないように、まあとりあえず休まなきゃいけないな。そうですね、休むけど絶対寝ないようにお互い起こし合おう。わかりました。よし、はあ、寝た？大丈夫だ、起きてる。
クラスで好きなやついる。修学旅行かお前。なんなんだおめえ。3番目から言いやない。うるせえよお前。この状況楽しんでんじゃねえよてめえこの野郎。まずますます雨が強くなってるわ。これじゃ降りるに降りれないな。まいったな。先輩寒いっす。え？凍え死にそうだ。困ったな。よし、しょうがない。ほら、いや、これを着ろ。いいですよ先輩。遠慮する。いやいいです。いいから着ろ。いやいいんです。俺のことは構わず。いいんですよ。なんでだ。オレンジ着るとデブに見えるから。おしゃれかお前。どうでもいい。嫌ですよ。しかもこれダセーし。ダセーとかいいんだよそんなもん。これどこのメーカーっすか。いい一流登山メーカーだこれはお前。なんすかこのセーター。カシミヤだぞお前。そんなどうでもいいだろう。ああでもこのままうじうじしてても始まんない。え、俺助け呼んできますよ。何言ってんのおいバカ。無茶すんなおい。いや大丈夫かこんな嵐の中。先輩大丈夫ですよ。助かりました。え本当か。助けが来ました。何だって。猿犬キジが。桃太郎かお前。いるわけねえだろそんなもん。これきびだんごか。誰がきびだんごかだってね。きびだんごじゃん。ダメじゃねえぞこれ。何だろきびだんごだろ一旦。あ雨が止んだぞ。よし今のうちに降りるだけ降りよう。よし行くぞ。じゃあこっちから降りよう。な先輩急げ。なん俺無理です。は先輩一人で降りてください。何言ってんだお前。ここまで来たら一緒に降りる。お前まさか怪我してんじゃねえだろうな。お前足怪我したろ。どこで怪我したんだ。洞窟に来る前からです。なんで早く言わねえんだそんなこと。しょうがねえな。乗れ。無理です先輩。いいから大の大人を担いで下るなんて自殺行為だ。お前ほっといていけるわけねえだろ。乗れ先輩。すいません。で足は骨折か捻挫か。むくんでるんです。常識かてめえ。歩けそれぐらい。お前パンパンで。パンパンでじゃねえだろうかこの野郎。これじゃヒールも履けない。なんでヒールを履こうとしてたこの野郎。お前あ救助のヘリだ。近くに着地したぞ。よしこれで助かったぞ。なあそこまで歩けるな。無理です。なんでだ。むくんだだけだろうかお前よ。僕はヘリには乗れません。なんでだよ。高いところが嫌いなんです。わがままか。どうも夢健太キヨでございます。ということでね、我々、夫婦夫婦漫才でやらさせていただいてるんですけどね。そんな距離でお前ね漫才やるんだっていうことでございますけれども、まあ今日もねお客さん綺麗なお客さんばっかりでございますな。出た女好き。非常にお人形さんのようでございます。そうやっていつも口説いてんだろ。端からね日本人形フランス人形わら人形泥人形。面白くないね。そんなことはございませんけれども、非常にべっぴんさんでございますね。べっぴんさんべっぴんさん一つ飛ばしてべっぴんさん。センスないね。いやいやいや非常にね晴れでございますけれども、まあ最近は健康ブームなんてことを申しましてね、私もメタボが気になってきたんですが、この肥満の三大要素というのがございます。高カロリー高血圧氷砂糖が好きなやつ。本当にウケないね。ずっと滑りっぱなしだねあんたは。けれどもね。まあ各有私も気になりまして、毎朝ウォーキングというのをねやっております。嘘ですよ。やってますよ。この男ウォーキングなんかしてませんからね。いやいや本当にやっております。だいたい昼過ぎまでぐーたら寝てるんですから。いやいやウォーキングするときは女のケツ追っかけるときだけだろうがこの野郎。まあまあとにかくやっておりましてね、とにかく人間の衰えは下半身から来るな。下半身ばっか元気じゃねえかよ、言っておりますけれどもね、でも一番怖いのは体の衰えより脳の衰えて。脳はもう衰えてんだよてめえは、言っておりますけれども、以前テレビ番組に出演した時に大学。嘘ですよ。テレビなんか出たことないんですから。いやいやラジオに3回出ただけ。もっぱら劇場ですからね。こういう見栄ばっか張るんですよこの男は。いやまあまあとにかくその知り合いの大学の、ね、ほらね知り合いのって変えたでしょ、さっきテレビって言ってたのに。こういう見栄ばっか張るんですよ大体ね。この男はね。うるさいなお前は。なんだよそれ。とにかくねその大学の教授がおっしゃってたんですがね、脳というのは使わなきゃ衰えるということでね、ことわざなんか思い出してみるといいらしいですよ。今日は思い出してみようかなと思いますね。犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、猫にこんばんは。はい滑った。脳ある鷹は爪を切る、はい面白くない。虎ぬたぬきの皮パンツ、はい鼻毛出てる。桃栗三年僕中年、はい口臭い。押してもダメなら帰りましょ、はいイカの死骸みたいな顔。いい加減にしろよお前は。突っ込めよ M1 だぞ。突っ込んでやるよ金やら。
すんだよお前。なんだよ。何すんだよ。この野郎。なんだよ。あんた。あんたが見えばっか。ああ。それが一番受けてるじゃねえかよ。見えばっか張るからだよ。気持ち悪いな。なんてことすんだよ。なんてことするじゃねえよ。てめえが負けすっからだろうがよ。だからあれは違う。ああ。聞けよお前は。なんだよ。俺の話聞けよ。あれはな。だから聞けんだよ。なんだよ。あれをだから聞けよ。聞きたかねえよ。どう考えたって誤解じゃねえじゃねえかよ。言ってんだよお前。なんなんだあの領収書よ。ジュエリー巻きのって宝石じゃねえか。どうせスナックのババに貢いだんだろうがよ。そんなことするわけねえだろうが。聞けつんだよ。今日は大事な日だろうが。 M1 なんか関係ねえんだ私にゃ。 M1 のことじゃねえよ。なんだよ。今日は俺とお前結婚25周年の日だろうが。もらえない、もらえない。私ケンちゃんひでこんな、いいからつけてみろ、こんな姿にさせちゃった、いいから、こんなひどい姿にさせちゃった。私もらえない、もらえないよケンちゃん、やめて。ぴったり25年間今までありがとう。これからもよろしくな。ケンちゃん好き。俺もだよ。そこ座って。これね、こういうことしたの初めて。え？はい、初めてです。あ、そう、名前教えて。名前鈴木です。鈴木、年齢はいくつに見えます？キャバクラか。なんで俺渡らなきゃいけねえんだよ。吸ってねえよ。吸った。いくつだ？26.5 です。靴のサイズ感。なんだ天狗って、舐めてんのかお前。だがもういいよ、他にも取ったもんあんだろ。出せ。だがおとなしく出せよ。はい。うん、小麦粉ね。あとはうん、水うん、他うん、バター。なんでこんなの取ったんだよ。パンが食べたかったんです。じゃあパン盗めよお前。材料盗め、盗めよってこともねえけども。今度からパン盗みます。やかましいよお前。あげよそとんじゃないよお前は。なんでこんなことやったんだよ。つい試合感覚で。ゲーム感覚だろお前。試合感覚ってなんだよお前。万引きの全国大会でもあんのか。いや、あるわけないじゃないですか。分かってるよお前。なんだその小馬鹿にした言い方は。まあ、分かってんのかお前。反省してんのか。なんでこんなことやったって聞いてんだよ。そこにスーパーがあったからです。登山家か。どんな教育受けてんだよ。親の顔が見てみたいわ。こんな顔です。うわー、そっくり。すげー。目元なんかさ、やかましいわお前。なんでこんな持ってんだお前は。常にざけんじゃねえぞお前。反省してねえな全然。反省してます。嘘つけよお前。見えねえんだよ反省してるようによ。全然見えねえよ。どこが反省してんだよお前。反省の色を見せろよ少しは。ったくよお前。いい加減にしろ。警察に電話するぞ。こっちのセリフだよお前。するっつてんだよ。ああする、もうこれはする。 やめてください。うるさいよお前。ダメ、勘弁してください。ダメだよそんなもん。これで勘弁してください。うちの商品だよそれは。じゃあこれもつけますから。それも持ってんじゃねえかお前。何でまだ隠してんだ。ふざけんじゃねえやったく。ダメだこれ。やめてください。連絡しかないよこんなもん。反省してますから。反省してます。何言ってんだよお前。本当反省してんのか。はい、あったよ。じゃあ警察には連絡しねえけどな、親には言ってもらうぞな。あ、母さん連絡しろ。あ、もしもし母さん、俺だよ。うん、あのさ、交通事故にあって500万振り込んで。俺売れ詐欺かお前。てめえ何目の前に犯罪言ってんだから。デブテンしてなお前。母さん連絡しようってんだろお前。実はなんだよ。母さんは3年前に60になったんだ。還暦か。還暦じゃねえかただの。もう警察だこれは。警察だ。その必要ありません。なんでだよ。なぜなら犯人はこの中にいます。お前だよ。どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。そうしてもね、僕思うんですけどね。何ですか。こう大人になるにつれてね、ドキドキワクワクすることがなくなってきたなと思うんですよ。まあ確かにそうです ね、子供の頃とかいっぱいドキドキあったでしょ。まあまあありましたね、あの小学生のいたずらとか、ね、ドキドキしましたね、ピンポン出しとか、ね、ピンポン押して走るんですよね。そう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 。よしじゃあ打つぞ。ピンポンガチャッタッタッタッ。中入ったねそれね。
中入ったね、中入ってるね。あ、奥さん、今日の晩ご飯は米助じゃねえかよ。どんだけ突撃してんだよ米助。もう突撃レポーターですから。違う、ピンポン押してダッシュして逃げるとかね。そうそう、逃げるとかやりましたね。あと中学ぐらいになったらドキドキするしたらね、うん、初めて自分の部屋にね、あの女の子入れるときね。あ、女の子初めて呼ぶのはね、ドキドキしましたね。ドキドキしましたね、実家にね。うん、入っていいよ、入って。お邪魔します。あ、初めまして、お母さん、今日の晩ご飯は米助じゃねえかよ。どんだけ突撃しんだ。突撃ですよ、これ。なんで中学生が入れなきゃいけないんだよ、そんな。そんなんじゃないでしょ。部屋に入れてね、なんかポスターとかいじられて恥ずかしいんですよね、なんかね。こう、へえ、こういう部屋に住んでるんだ。まあね。あ、ポスターが貼ってある。あんま見ないでよ。へえ、こういうのがタイプなんだ。いや、そういうわけじゃないけど。悔しいけど、綺麗だもんね。そう？富士山。貼ってねえよ、それ。なんだ富士山ってよ、お前。え、これ予定ですか。貼ってねえっつってよ。あ、そうなん。いや、だからなんで山のポスター貼んなきゃいけないんだよ、お前。渋い中学生だね、随分。アイドルのポスターとか貼ってなんか恥ずかしいなみたいなあるんですよね。恥ずかしいんです。で、まあまあいい感じでキャッ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 したらね、そうそうそう、いい雰囲気になってこう無言で見つめ合ったりなんかしてね、こう。ヤンキーか、お前。お前どこ中ヤンキーかっつってんだよ、お前。俺の車ドキンだから。ヤンキーかって、お前、ドキンとかじゃねえだろうが、お前。いい雰囲気になって手をグッと掴むんですよ、こうね。ヤンキーかって、だからお前、なんでそこで根性焼きしちゃうの、あんた。そこはほっぺにチュでしょ。あ、ほっぺにね、チュ。ヤンキーかって、だからお前。ほっぺにチュじゃねえか、それじゃあ、これ。 あ、バナナ食べる。モンキーか。いや、何が。モンキーじゃないか。お前がまた失礼。何だお前、モンキー。そんなんじゃねえだろう、いい雰囲気になるの。いい雰囲気になるんですよね。でこうイチャイチャしてたらね、そうそうそう、階段上がってくる足音がするんですよね。そうそうそう、こう、母さんだ。今、じゃあ、あら、お友達。急に開けんなよ。よくもまあ堂々と人のうちに上がり込んで、この泥棒猫。ヒルドラかお前。なんで泥棒猫とか言うの。可愛い子ね、お名前なんていうの。ヒロコだよ、もう。ヒロコちゃん可愛い。ミオちゃんなんていうの。田中で、ごめんな、ごめんな。田中ヒロコ、別れなさい、今すぐ別れるのよ。何言ってんだよ。だってあなたたち兄弟なの。ヒルドラかって、だからお前。なんだその急な展開はよ。そんなんじゃねえだろうが、もう挨拶したらすぐ帰れよ、母さんは。もうちゃんとゆっくりしてってね、はい、帰れ。メギツ、昼ドラかって、だから言うなよそういうこと、お前は。どうしたどうした、母さん。お腹に赤ちゃんが。あなたの子よ。昼ドラかって、お前。なんだそのドロドロした展開、これ。もう名前は決まってあるの。あ、おしん。朝ドラか、お前、それ。朝ドラじゃねえか、お前。朝、おしんは、お前。眠いよ、のび太くん。夜ドラか。何それ。いや、何それ。夜ドラじゃねえか。いやいや、何それ。夜のドラえもんじゃねえか。そんなことがあるか、お前。夜のドラえもん、夜ドラなんかあるか、そんなもん。うぜえ、このあるわけねえじゃねえか。うぜえ、この野郎、お前、首だ、お前は。あ、首だ。リストラか。いや、だからお前が勝手にやってるだけだからね。オスカル、アンドレ、ベルバラか。どうも、高野敏です。よろしくお願いします。火事だ。うるさいな、お前は。なんでそんな嘘つくんだよ、急に、お前は。カカシが動いた。うるさいよ、お前。なんでカカシなんかねえじゃねえか、そんな。わけわかんないこと言うな、お前。頑張ってやってきたんですけどね。頑張っていかないといけないですけどね。まあ、最近なんかやってましたか。最近ですか、最近ね、あの部屋の掃除とかしてたらね、あの懐かしいものとか出てきますね。懐かしいもの、どんなもん出てきたの。あのちっちゃい頃流行ったものとかあったじゃないですか。あの襟巻きトカゲグッズとか。流行りましたね。流行ったでしょ。そういうね、ノートとか下敷きとか。そうそうそう。あとあのシールとかね。ビックリマンシール。ビックリマンシール。集めてましたよ、僕。あとあの金消しとかね。筋肉消しゴム。いや、違うよ。なんだ。筋肉マン消しゴムってなんだ。筋肉消しゴムってそれ。大胸筋とか腹筋とか。気持ち悪いよ、そんなもん。お前、ふくらはぎとか人気あってる。ただのゴムの塊じゃないか、そんなもん。お前、集めるか、そんなの。まあね、まあそのね、あの部屋とか掃除したらね、それ懐かしいも出てきますよ、出てきますけどね。まあ話は変わりますけどね。いや、なんだ今の。ちょっと何今の急にガラリと変わるって言うじゃない。いや、知らねえよ、そんなの。お前、ガラリ誰もが知ってるじゃない。普通にやったけど、そんなこと言いますけどね。僕のみんなそれもなんだよ。それも何、これ。俺逆にじゃない。いや、さっきと変わってんじゃん。さっきはガラリでしょ、逆に。カニ、それ全然関係ねえじゃねえか。全然関係ねえよ、それ。いや、分かったっつうんだよ、それも。まあでもね、あのちょっと聞いてくださいよ。何ですか。僕ね、この間ね、あの久しぶりに何ですか、あの実家に帰らせていただきました。 ありがとうございます。いや、何も言ってないですよ。何のお礼ですか、それは。その時にね、久しぶりに実家に帰ったらね、お母さんがね、妙に優しくなって気持ち悪いぐらいでした。いや、それはね、久々に帰ってきてやっぱり親ってのは優しくしてた。いや、でも限度がありますよ。どこにいても話しかけてくるんですよ。あ、そうですか。お風呂入ってる時まで横に来て話しかけられるんですから。それはね、お風呂はね、一人になりたいから。一人になりたいでしょ。いやー、やっぱ実家の風呂は気持ちいいな。疲れが取れるな。トシちゃん。何かさん。湯加減どう。あー、最高だよ。あー、そう、よかったわ。あー、やっぱこう月に一度くらいはな、こう帰ってきてこうな。トシちゃん。何かさん。バスタオルここ置いとくわね。あー、ありがとう。やっぱ母さん気が利くわな。トシちゃん。何かさん。着替えここ置いとくわね。あー、ありがとう。やっぱな、こう母さん。トシちゃん。何かさん。着替えのことなんだけど。だからそこ置いといて。パジャマとマフラーどっち。いや、パジャマに決まってんじゃない。なんで風呂上がりにマフラーしてんだ俺は。じゃあパジャマここ置いとくね。パジャマ置いといて、パジャマ。やっぱこう母さんとかにも。トシちゃん。何よ。
大事な小話があるの。いや、小話なんかあるのしてくれよ、そんなもん。大事な話があるの。なんだよ。おばあちゃん、この間入院してたでしょ。昨日退院したのよ。あ、それはよかったな。ここ置いとくわね。いや、置かなくていいよ、お前。また入院しちゃうから、そんなとこ置いたら、ばあちゃんを。トシちゃん、ここだけの話。なんだよ。おばあちゃんの白血球の数値のことなんだけど。細かいことは後で言ってくれよ、それはよ。普通の人よりはるかに少ないの。いや、それは気の毒だけどさ。ここ置いとくわね。いや、何よだよ、それよ、お前。白血球。いや、白血球お金でババアにやれや足りねえんだから、お前、そんなもん。で、白血球ってこういうもんなのかな、なんか、コロンコロンした。母さん、ちょっと置きすぎだよ、母さん。母さん、ただいま。あなたお帰り。そしてお父さん帰ってきたよ。あ、そう。ここ置いとくわね。置くなって何でもどこに。お前、いや、父さんもどこにいねえでも。うるさい、ちょっと父さんも母さんも静かにして。たく、やっと静かになった。トシちゃん、なんだよ、うるせえな。何してるの。いや、風呂入ってんだろ。風呂場にいいんだから俺。お風呂入ってるの。そうだよ。じゃあ背中流してあげるか。いいよ。じゃあ噂流してあげるか。やだよ、そんなの。じゃあ血流すから。やだ、つだ、うるせえな。もうほっときゃ、もう用事ねえんだったら入ってくんな。でも親も寂しいんですよ。いや、お前誰だよそれ。およお前、僕で。いや、僕でって誰だよ。アダムで。いや、アダムじゃねえよ。イブを返せ。いや、イブなんかアダムと。いや、力強いな。あっち行けよ。トシな、お前は。ったくトシちゃん、なんか騒がしいみたいだったけど。変な感じいたよ。あ、そう。お母さんね、あの薬用石鹸使うからちょっと取ってくれない。は、薬用石鹸お風呂場にあるでしょ。取って、薬用石鹸。薬用石鹸、うん、いや、石鹸だとこれいっぱいあるしさ。どれがどれだか。右から17番目。お前何個置いてんだよ、お前。取って、大きすぎ。早く取って。じゃあもう入っていいからさ、自分で取って。あ、そう。じゃあ入るよ。ガラガラガラ。すいません。何の裸だよ、お前。やべえな、やべえ。出ていけ、ばば。何浴びてん。お父さんも。いや、父さんも浴びなくていいから、出ていけ。イブを返せ。イブはいねえって。あっち行けよ、うっとうしいな。ここから入ってくんな。風呂入ってんだ、俺は。お風呂入ってたの。まだよ。お湯入ってないわよ。先言えよ、お前。もういいわ。皆さん、こんにちは。テレビショッピングのお時間です。今日もいろんな素敵な商品をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、はい。いやまず最初の商品なんですが、はい、最近太り気味だな、運動不足だな、なんて方にうってつけでございます。え、なんですか。食事を減らしましょう。さあ、アドバイスか。最初の商品いきましょう。商品紹介するかと思ったじゃねえかよ。最初の商品はこちらなんですね。ああ、包丁ですね。この包丁、切れ味最高なんですよね。いやでも結構ね、キュウリとかくっつくんですよ。でも全然そんなの気にならないんですよね。子供が触ったら危険ですからね。子供の見えないところに置いておけば大丈夫ですからね。でも夕飯の時にお客様が来て、うん、お母さんが売る気あんのか、お前。なんでそんなこと言うんですか。はい、気をつけましょうね。気をつけましょうね、じゃないでしょうが。次の商品はですね、こちらのお醤油なんですけれども。お醤油。はい、こちらのお醤油、はい、ちょっとわけが違うんです。一体何が違うんですか。このお醤油、お取り寄せするのに3ヶ月も待つんです。皆さんぜひ取り寄せてみてください。自慢かい。売れよ、あんた。売ってくださいよ、ちょっと。さあ、続いての商品はこちらですね。デジタルカメラ。あ、うん、これ実は僕使ってるんですよ。あ、そういえば使ってましたよね。満員電車で下からカシャって。盗撮か。やってたんでしょ。あれがそんなことしますか。普通に使ってますよ。そうです。でもね、このカメラ、画像は最高ですし、操作は簡単、とにかく完璧なんですよ。さあ、次の商品。食いつけや。いいこと言ってんでしょうか、俺。次の商品。いいこと言ってますよ、この商品の。はいはい、はい、次の商品いきましょう。本当。次の商品はものすごいです。こちらの肩たたき。子供か。誰がこんなもん金出すんだよ。俺からこちらのロボット。子供かって言うの、はい、自由研究じゃねえか、こんなもん。首飾り。子供かって言うの、お誕生日会じゃねえか、俺。なんだこれよ。オオトカゲ。コモドか。何が。コモドか。知るか、これ。コモドオオトカゲだ。知らねえよ、そんな種類。コモドオオトカゲ、なんで俺が叩かれなきゃいけねえんだったかよ。ちゃんとまともに商品を紹介してくださいよ、あんた。さあ、次の商品はこちらですね。こちら来てください。こちら、高級羽毛布団。うわー、はい、ふかふかですよ。ふかふかでしょう。すごい。ちょっと寝てみていいですか。どうぞ。うわー、すごいなこれ。どんな。あ、すごい、寝心地も最高ですね。そうでしょ、ね、じゃあ僕もちょっとお邪魔しますね。うわー、いやー、いやでもいいですね。ふかふかねえ。しかもこうやってね、うん、男同士寄り添っても全然怪しくない。怪しいわ。怪しいに決まってるでしょうが。堂々とベッドインできますよ。いや、できねえよ。何堂々とベッドインしてる。しっくりきたところで。いや、しっくり来ねえよ、お前。次の商品こちらです。どうぞ。何者だ、あんたはよ。次の商品ですね、こちら今人気沸騰中のロデオボーイ2です。これ大人気なんですよね。乗り心地はどうだい、ハニー。もう最高。本当の馬に乗ってるみたい。そうだろう。じゃあその馬に人参でもあげてみては。わお。欧米か。やだ、そんぐらいもやらせてんじゃねえよ。ちゃんと商品を紹介しなきゃいけないでしょうが。
あは欧米格だからアハンじゃねえよ。時間ないんだよ、あんたちゃんと商品売る気ないのか。レオ、次の商品はですね、時計ネックレス、電子辞書ですね、あとそっちの頼み、あれとそれとやっつけかお前一個一個丁寧に紹介しなきゃダメでしょうか。本当にですね、お時間の方が来てしまいましたけれども、そろそろあのお友達の方アルタかってだ、いい友達ねえんだぞ。そうですね、アルタかってだから犬も歩けば、はい、カルタか。見知らぬ男女がくるくる回りながらいろんなリズムでダンスを踊るサルサか。何がサルサだろそれは。俺一言も言ってねえじゃねえか。そことあんたら叩かないといけねえんだめ。本当にお時間の方が来てしまったようなんですが、なんと今日紹介した商品全て手数料はなし。うわこれはありがたい。しかもご購入後のアフターケアなんですが、これが大事なんですよね。他の通販とはわけが違います。え、一体どういうことですか。アフターケアなし、手数料なしみたいな言ってんのよ。ここはしなきゃいけないでしょうか。あんたさらに同じ商品をもう一つつけてお値段なんと2倍。普通じゃねえかそんなもん。2個売ってるだけだろうが。しかも送料は無料。おお、自分で取りに来てください。もう通販じゃねえじゃねえか。ここは届けろや。こいつが届けます。なんで俺が届けなきゃいけないんだよお前よ。電話番号は東京03、大阪06、京都075。どこかけりゃいいんだよ。最近この辺りじゃ空き巣が増えてるらしいからな、怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすい、わかりやすい。嘘、実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし。何これ。おいちょっと君止まりなさい。もっと強くお願いします。は？もっと強く言ってください。おい止まれ。もっと止まらんと撃つぞ。もっと止まれ。もっと撃つぞ。撃ってください。 M かお前。なんだ気持ち悪いな。なんなんだよ。止まれっつったらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ。いやじゃあじゃないよ。何やってんだお前。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はねここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろどう見たって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえかこれ。ええじゃねえ。じゃあ聞くけども、なんだこの格好。答えなさい、答えなさい。23番泥棒。仮装大賞かも。なんだそのごまかし方。だいたいなんだその口の周りのヒゲ。お前典型的な泥棒ヒゲだろうが。これはあの罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきかお前。ずいぶん正月遅えなお前よ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅えじゃねえかお前。ずいぶん前の話じゃねえかそんなもん。いや慌てんぼうなんです。いやもう今年の分くだんの。どんだけ慌ててんだよお前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察。いや気づいてなかった。俺誰だと思ったんだよこの格好見て。ああじゃないよ。もういいよ。ちょっとね身元確認するから名前教えて。名前は。ネーム。年齢は。オールド。仕事は。ビジネス。家族は。ファミリー。英語聞いてねえよお前。あの俺がお前に英語聞かなきゃいけねえんだよ。年齢は。いくつに見えます。合コンかお前。めんどくせんだよ。あんた俺が当てなきゃいけないんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です。37です。なんでサバ読んだんだお前よ。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつてんだよ王様ゲーム。合コンかっつてんだよ。あんたお前と王様ゲームやんなきゃいけねえんだ。ノリ悪い。合コンかっつてんだよ。あんたノリって。あんたもおかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り。なんでお持ち帰りだよ。死ねえよお持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。だいたいよお前こんな時間にこんな格好でお前どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るんだ。もう泥棒じゃねえかそんなもん。ただの泥棒だろお前。こんなでっかい風呂敷ちょっと中身見せてみろ。やめてください。いいから。やめてください。いいから。やめてください。泥棒。お前じゃねえかそんなもん。誰が泥棒だよお前。あんたそんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。甲子園の土です。入れすぎだろお前。どんだけ入れてんだお前。どんだけ負けたお前よ。あんた何が入ってんだよ。夢です。かっこよくねえよ全然。何かっこつけちゃってんだお前。ああもう裏ちゃん。やめてください。お前いいから。僕の夢を奪う気になれたら何ですか。何が夢だ僕の件に。いいから。なんだこれ。燃えないゴミですか、ね、うるせえよお前。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし証拠出てきたな。よし連行だ。いや連行なんか無理です。言ってねえよそんなこと。お前
レンコンだって言ってんだよ。レンコンだったら天ぷらで。レンコンじゃねえ、うるせえな。レンコンだって来い。まあ、やろ。なんだ急にお前は。あれがおかしいんだ。お前に、いや、貴様に私を逮捕することはできない。なんだと？国家権力って知ってますか？お前ら、いや、貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃねえか。逮捕だ。パパダメだな、もうさっぱりわかんねえや。まあ余計なことしねえで修理業者に任すか。あー風呂入りてえな早く。あ、修理の人来たかな。開いてますよ、どうぞ。いや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 、すいませんね、お忙しいところ。あの水漏れが結構ひどいんですよね。ああそうですか。でもね、すぐ治りますから大丈夫ですよ。ああそうですか。いつぐらいからですか。俺じゃねえよ。なんで俺が水漏れしてんだよ。尿漏れじゃないの。尿漏れなわけねえでしょうが。あんた尿漏れ顔だけどね。失礼だろあんた。なんだその尿漏れ顔って。違う、風呂の修理。はい、キュウリじゃねえよあんた。なんで俺がキュウリ持って入んなきゃいけねえんだよ。カッパか俺この野郎。もうカッパじゃない。いやないですよ。風呂の修理ここですから、ちょっとお願いしますよ。もうわかりました。あのちょっと一つ言っておきたいんですけどね。なんすか。私こっちで作業してる間、はい、絶対覗かないでくださいね。するの恩返しか。もういいから余計なこと言うんだ。入ってよとにかく。わかりました。うわー、綺麗で広いバスルームですね。あそうですか。見てください、この滑らかな浴槽。オタク拝見かお前。何言ってんの一人で。次は寝室に行きましょう。オタク拝見かってだから。うわー綺麗な水晶玉。誰が水晶玉だ。失礼だなさっから。いいから見てください。なんか詰まっちゃってるんですよ。え、詰まってる。そうなんですよ。なんかああ、え、髪の毛。どこの女のよ。彼女か。あれだってこんな長くないじゃない髪の毛。いいじゃねえか別に。誰入れようがあんたに関係ねえだろうが。そんなの関係ない。じゃあなんで私呼んだのよ。修理だよ。修理で呼んでる決まってんだろうが。いいからやってくださいよ。わかりましたよ。余計なことないで、ね、あーこれね、ネジがバカになってますよ。ああネジがバカになって、うわーこのバルブもバカになってんな。あららららら、あーこれ相当やばいな。これ全部バカになったら、あれ俺何しに来たんだっけ。お前もバカになってんじゃん。あれやってんだ。これまでどんだけバカになってんだよちょっと。ね、ちょっと、あ、ペロペロキャンディーだ。いや取り返しのつかないバカじゃねえかちょっと。いない。いやしっかりしてくれよこれ。すいませんね。なんかよ、あんなんですかあんた。ちょっとどうしたんですか。いやちょっとね、あの昨日寝てないんですよ。あ、そうなんですか。仕事が忙しいんですか。いや今日の修理のこと思ったらドキドキして眠れなかった。小学生かお前。修学旅行じゃねえんだから。何言ってる。すいませんけどね、ちょっとあの本当に暑いんでね、冷たいものなんかいただけないですかね。あ、マジですか。じゃあ麦茶かなんかでいいですか。いやドリンクバーで。ファミレスかお前。キャラメルマキアート。いやおしゃれかっつジェラート。おしゃれかってねえよそんなもん。もういいからやってくれよちょっと。すいません、わかりました。じゃあ直しますね。時間ねえんだからさ。はい、直りましたよ。早えな随分。早いですよ。そんなんだった。ネジがね緩んでただけですから。あ、そうなんだ。でもこれじゃ私も仕事した気にならないからね。ちょっとあの汚れてるからね。ちょっとあの綺麗にしていきましょう。あ、そうですか。直しますね。いや誰がたわしだよ。亀の子たわしじゃないの。亀の子たわしじゃないね。じゃあ亀だな。亀なわけねえだろうが。竜宮城連れてこれ。浦島太郎か俺は。竜宮城連れてこれ。何言ってんだ。やめろ。亀じゃ。亀この。ああ。ああ。ああ、壊れちゃった。ちょっと壊れ。玉手箱じゃ。浦島太郎か。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきます、トップバッターですから頑張っていきましょう。本当2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか。いい年でしたよ。先ほどのね、先ほども言ってもらいました。先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから。そうなんですね、我々2人。ありがとうございます。ねえ、よかったですよ本当に。すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね。そうつけよお前。本当。しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ。なんだよ。お世話になりました。言うわけねえじゃない。本当なんです。これ嫁も言ってたから。いや、そんなこと言うんだったら。嫁も見てたんだ。いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね。うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ。やだよ、そんなの。肝座った赤ちゃんってなんだよ。2ヶ月で目が座った。怖えよ、お前。目が座った赤ちゃんってよ。3ヶ月で入院。体調悪かったんだろ。じっとしてたって体調悪かったんだろ、それよ、お前。4ヶ月目で退院ですよ。1ヶ月も入院したのか、お前は。その時にお世話になりましたって。いや、そのタイミングで言ったんかよ、ね。そのタイミングで言ったんですよ。病院側にお礼したんかよ。嘘つけよ、お前は。本当のような嘘の話なんですけど、ね。嘘なんじゃなきゃ結局、お前。
時間を返せよお前バカ。でもね可愛いですよ、子育て大変大変って言われましたけど ね、めちゃくちゃ可愛い、全然大変じゃないね。まあ、今はねもうおちよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちもう小学生とかがあったら大変だよ、うん、何がだから子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったらこれ、あそれあるだろうね、向こうのうちにね親だから、うん、謝りに行かないといけないよお前。いやそれぐらいできますよ、できる我が子のためだったらいくらでもちょっとやってみよう、はい、うん、ピンポーン、はいどうぞ、こちら失礼します、あーどうも、はい、あのこの度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない、まあまあまあ、分かるんですけど子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、そのどうかしました、なんか臭いですねこの、失礼だろどういうことだよそれよお前よ、豚でも飼って、豚なんか飼ってねえよお前、相当臭いだぞそれお前、誰が豚の匂いだこの野郎お前は、そうですか、あ謝りに来て人んち臭いってどういうことなんだ、申し訳ございません本当に、うちの息子は、うん、あんたんところの息子さんね蹴られて泣いてんだよ、蹴られて、蹴られた、そうだよ、何かの間違いじゃないんですか、あざもあるよちゃんと、あったく本当に蹴ったんですか、蹴りましたよ、いつも言って聞かせるんですよ、本当かね、喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った、どんな教育してんだよ、格闘マシーン育ててんのかおめんとこよ、蹴ったんですか、そうですよ、しかも蹴った後にね、はい、あの大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ、申し訳ございません、たくうちの息子はねあのポケモンのことになると周りが見えなくなるんですよ、ちゃんこうなってしまうというか、ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか、もう帰ってねボコボコにしてやります、やりすぎだよ、いやそれはそれぐらいやらないとダメなんです、それぐらいやらないとダメなんです、子供に手は出していきます、子供ってもねうちの息子もう32ですよ、おっさんじゃねえかお前、もうボコボコにして、32のおっさんかお前、何ポケモンカード取ってんだお前、筋トレ変わるもんじゃねえかお前、いやポケモンはね大人でも楽しめる、いや分かってるよ、そういうことじゃねえ、子供から取んなっつってんだよお前、いやどうすんだお前、全く本当にこれあのつまらないもんね、いやそういうつもりって言ってんじゃないんだよ、いや本当こっちの気が収まらないんだよ、なんだよお前全然喋れてねえな、全く収まりませんので、あこっちの気が収まります、何なんですかこれ、スーパーファミコンです、いらねえよお前、明らかに使わなくなったもんじゃねえこれよお前、じゃあのこれお口なのかどうか、いや私お酒は飲まないんですよ、ノウサギです、いらねえっつって、いや生きてんのかよバカ、話すな人んちにノウサギお前話すなバカ、お前はもうあのこれちょっと手持ちが少ないんですけど、いや一番おかしいでしょこれ、裸で現金っておかしくないですかこれ、嫁の髪の毛です、気持ち悪いよ、何持ってきてんだお前、いや乗っけんなよ人の頭に、乗っけんじゃねえよお前、この何してんだお前、むちゃくちゃかお前、一個も謝罪できてねえぞ、そんなんでお前よくできるなんて言うなお前、じゃあちょっとやってよ、俺がやるわお前、俺が大人の対応見せてやるお前、ピンポーン、はい、すいません、ミラの父親でございます、この度はうちの息子が大変申し訳ございません、いやいやいいんですよ、子供同士のやることですから、いやいやそういうわけにはいきませんので、うん、あの息子さんにちょっと会わせてください、僕ですけど、お前かよお前、しっかりしてんなお前、いくつだお前、32です、30のおっさんじゃねえかお前、はい、ポケモンのさっきのやつかお前、いい加減にしろ、どうもありがとうございました、どうもダウンタウンです、よろしくお願いします、いやーもう今日もいっぱい出まして、いいじゃないですか ねもうありがたいですね、はい、もう僕らも頑張っていかなきゃいけないですよ、もうバッターですからね、はい、はいはいはい、盛り上がっていきましょうね、盛り上がっていきましょうね、いいじゃないですか、まあね、でもね、あれですよ、最近ね、まあいつの時代もこう物騒なこととかが多くて、まあね、怖いこと、怖いこととか多いじゃないですか、僕ね、僕もね、あの怖いことがあってね、あ、なんか怖いことあったんですか、僕あの腰痛がね、怖いんですよね、腰痛が怖い、はい、またじいさんみたいなこと言いますね、いや腰痛はね、あのあれですよ、一言じゃないんですよ、これ皆さんもね、日本人の8割が腰痛持ちですから、ああ今ね、皆さんあの若いですからいいですけど、はいはいはい、もうね、普通の私生活でね、もうひょっとしたところ、ちょっとしたところにね、ひょっとしたところ、ひょっとしたところにね、あの落とし穴ありますからね、なるほどね、腰痛の引き金になるね、まあ、生活しててもね、いろいろありますから、ね、ありますよ、例えば重たいもの持つ瞬間とかね、まあ、これ一番多いですよ、グキーって感じね、腰痛めたりとか、一番一番ね、あとあの急に立ち上がった時とかね、これなんかね、グキーっといっちゃいますよ、あと食事中とかね、こういう時もね、ご飯食べててポロン落としてね、箸を拾う時にグキーっていくね、行かないんだそこは、そこ全然行かねえんだ、ごちそうグキー、そこで行くんだ、ね、これぐらいで行くんだ、うん、あとあの友達にね、呼びかけられて振り返る時ね、それぐらいとなりますか、何、いやそりゃなるわそんなもん、そんな振り方したらなるわそんなもん、まあ、こうでいいじゃないか、こうで、あとね、あこうね、こうでいいじゃないか、いやどうでもいいじゃねえか、こう振り向いたぐらいじゃねえか、 ある、まあ、あと腰、後ろから腰を人差しとかね、腰痛関係ねえじゃねえか全然、ブス、いやブスじゃねえよそんなもんお前、ダメだこりゃ、なんじゃこりゃだろそれダメ、長介になってんじゃないそれ、優作で行ってそこは、どっちでもいいけどね、それ怖いじゃないですか、怖いですからね、まあ怖いもの知らずか、怖いもの知らずかっていうか、いや怖いですよ、怖いものは、怖いものある、いやありますよ、いろいろ、何怖いですか、なんすかね、まあまあ幽霊とかね、あ幽霊とか怖いです、怖いですよね皆さん、やっぱり幽霊全然怖くないですよ、僕信じないですからね、なんで怖くないの、全然怖くないんだよ、信じてないの、信じてない、人間の魂とか、うん、信じてないの、人間の魂がね物に宿ったとかね、いやそんな信じないですよ僕は、信じない、うん、バカだね、お前信じてんの、ありますよ絶対、
例えばね、山のてっぺんとか行くでしょ、うん、じゃでっかい岩があるんですよ。岩ありますよ。で、岩をよーく見てみると、目、鼻、口がついている人間の顔のような岩。ああ、それありますね。あれ、魂が入ってる、うん。あとあるのがね、あの岩のような顔の人間。これ丸勝ちじゃねえか、ただのそれはよ。今日もね、ゴロ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 、ね。ないない、今日は。岩場かなと思いました。そんなことはね、それは生まれつき、そういう顔。それは生まれつきだからしょうがないですよね。あとあるのは心霊写真ですよ。心霊写真ありますね。ね、お寺の前で記念撮影で走って撮って、現像して見てみたら、後ろの方、後ろに首のない男が立って、それ生まれつきじゃねえか。どんな生まれつきだよ。生まれつきだよ。生まれつき首がねえやつがいるか。だよお前、高校の時田中実ってやつ首ないんだよお前。先生先生首が短いんだよ。先生体育休んでいいって言ってるから、すごいデブなんですよ。首とかなくてね、もう太もも太すぎて摩擦れて起こしちゃって、この摩擦力で火がつくって噂になったんですよ。それヤンキーたちが集まってきて、お前本当に作るかつけてみろって、うわついたべーって、みんなでわっしょいわっしょい。わかんねえよ、なんで胴上げするんだよ。ついたからめでてえ話になってんじゃねえか。めでてえじゃねえか、ついたんだぞお前。知らねえよ。人がね、せっかく怖い話しようと思ってお前全然怖くないよ、だって本当普通にね、話してね、お前話し方が下手だよ。何が怖い話の話し方が。お前できんの？俺はね、うまいよ、本当怖い話。じゃあお前やれや。じゃあ行きますよ、あのね、これね、すっごい怖いんですけどね、あのこれ今からする話はね、本当にあった話じゃないんだけど、じゃあダメだねえかよ、お前。先に嘘ですよって言っちゃバカいるなもん。言っちゃ、すげえ怖い。いやいや、それは言っちゃダメだろ。自信あんのでも。本当にあった怖い話って言わなきゃ、これは。本当にあった怖い話？そうですよ。じゃあ、それ、本当にあった怖い話。それやりますね。あのね、あるカップルがいたんですね。でね、女の子にね、子供ができちゃって。で、男がね、まだ言うとこって、殺しちゃって。でね、聞こえねえんだよ、お前よ。腹立ってくるんだ、聞いてって。お前の中では雰囲気出そうとしてんのかもしれないけど、何やってんの分かんないから、そこは張って、もうちょっと雰囲気は分かった。分かった。怖い雰囲気は伝わった。怖くしよう、怖くしようと思って、やりすぎ。あ、そっか、分かった、うん、もうちょっと。あのね、あるカップルがいてね、で、女の子の子供ができて、男の人がまずいと思って殺したんですよ、その女の人はね。でね、その死体をね、大きな木の下に埋めたんですよ。で、何年か経ってね、男の人が偶然その木の前、夜中に通りかかったら、夜中なのにちっちゃい男の子一人ぼっちで泣いてるんですよ。あれおかしいな、なんでこんな夜遅くにね、男の子一人ぼっちなんだろうと思って、僕どうしたのって聞いたら、うんうんうん、泣いて答えないんですよね。で、お母さんはって聞いたら、お母さんはね、いないのって言うんですよ。じゃあ、お父さんはって聞いたら、お父さんはね、お父さんはね、お父さんはね、言う。英語で言うな。お前だったらもういいわ。いやーもう派手な演出で、派手ですね。最後ですからもう優勝しましょう、この勢いで。頑張ってやっていきましょうよ。取っちゃいます。いやいやいや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ。もう頑張っていきましょうよ、本当に。緊張しますね、やっぱり。いや緊張しますよ、もうやっぱり M1 の決勝ですからね。そりゃそうですよ。尋常じゃないよ、緊張が。あ、そう。もう昨日からずっと緊張してましたから。あ、そう。もう飯も全然食えないぐらい。大丈夫なの？お腹空かないの？全然空かない、緊張しすぎちゃって。はー、もう大変、まあ、それぐらい緊張するもんなんです。それぐらいやっぱ気合入ってますよ。やっていかないといけないんですけど、本当に優勝したいですから ね、まあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ ますけども、これからいろんな仕事やっていきたいね。やっていきたい、挑戦していきたいですよ。あのドラマなんかいいじゃないですか。あ、ドラマ出てみたいわね。えとこね、学園ドラマ憧れますよ、うん、学園ドラマ昔からヒット作が多いからね。そうですね、うん、あの古くあの武田鉄矢さんの代表作、カンパチ先生、金八先生だよそれは。金八 ね、あとあのちょっと前ですから、うん、反町隆史さんが鬼塚先生やってた。あ、 BBQ、 あ、バーベキューじゃねえかそれ。GTO ごっつい綱おにぎり。おにぎりじゃねえよおめえは。腹減ってんじゃねえかお前やっぱり。え、なんださっから。いや、たまたまですよそれは。え、たまたまお前。で、あの最近ヒットしたといえばね、うん、あの佐藤隆太さんが野球部の監督やってた。あ、シェイキーズ、ルーキーズ。腹減ってんだろお前やっぱり。いやいやいや、なんださっから食い物ボケばっか。腹減ってない、大丈夫か、うん、あと一番最近ヒットしたとは、うん、仲間由紀恵主演のね、ラーメン。めちゃくちゃじゃねえかよお前。ラーメン極戦全然合ってねえわお前。そんな腹減ってたら飯食ってこい。ちょっといや、行かなくていいよバカ。漫才中に飯食いに行くやついるか、お前。イルカって食べれるの？いや、イルカの話はしてねえよ。いないですよって言ってんの。ああ、そういうことね。集中して。いや、もう集中していきますよ、最後ですからね。ドラマですよ、ドラマ。ドラマ出てみたいですよ、やっぱり。やっぱ熱血先生がね、うん、あの生徒バシって怒るとこ、あれいいよね。かっこいいよね。あれいいよね。お前ら、恥ずかしくねえのか。一人をみんなでいじめて、なんとか言ってみろ。なんとか言ってくれよ、先生よ。生徒役かよ、お前。無理だろ、30過ぎて生徒役は。いけるだろ、まだ。いや、無理だよ。小6役だよ。いや、もっと無理だよ、小学生なんて。いけるよ、俺だって普段いつも小学生と遊んでんだ。危ねえんだよ、お前。俺結構ワンパクだよ。何してんだ、女子の髪とか平気で引っ張るから、ね。危ねえ、エッセンだ。スタートも平気でめくるしね。危ねえ、エッセンだ。水溜りとかとりあえず入るからね。何してんだ、お前。転んでも泣かないよ。いや、当たり前じゃねえか。自転車の補助に肩を外して乗ってるから、ね。近所の危ねえ親じゃねえか、お前。危ない親父だよ。危ねえ、親父だよ、ちゅったんじゃねえか。およよよよって言ったんだ。危ないよ、およよよじゃないよ、お前。生徒役は無理です。
先生役をやって。なるほどね、うん、お前ら席つけ。聞こえねえのか。席につけ、席につけって言ってるんだ。バン。いやちっちゃいなお前。おい教団ギリギリちっちゃいよ先生。ちびっこ先生ちっちゃ。何をしてんだお前。誰がそんなちっちゃい先生やれって言ったよお前。もっとでかくしろお前は。はい座ってお席つけ。お前でかすぎるだろ今度お前。生徒をつまむんじゃないよお前は。よ、ね、席ついてね。席ついてね。何してんだよお前は。ちょっと席チェックメイト。チェックメイト。なんで生徒チェスやってんだお前。生徒でチェスやってる。ちょっと西田敏行認識してんじゃないよお前は。じゃないよお前。普通でいいんだ。でかさはお前。お前ら恥ずかしくないのか。お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよお前。見たことあんのか。学園ドラマでケツにバナナ挟んでんのお前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな、まあ、あるですよ。いろいろあるですよ。あるですあるです。何をあるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何一番感動するのはやっぱあれですよ、卒業式。あ、最終回ね。そうですよ。先生がね生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからね。あれそう、先生も泣きながらもどっちも泣きながらアドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーンです。確かに感動する。あそこいいよね、うん、青木お前は3年間よく一日も休まず来てくれたな。ありがとう。青田泣きすぎだよお前。おい、いや泣きすぎなんだよお前。なんで森進一になってんだお前は。いや樹もいらねえよお前。5点ぐらいのモノマネですよあなた。よくやりますね。いやいや、やらなくていいっすよ。似てるでしょ。全然似てねえし。いや泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから逆に。 あそっか。そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいいね。赤山先生知ってます。お前が教室の花に毎日水をあげてくれたことありがとうな。あ、そういうのですよ感動する。赤塚先生知ってます。お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよお前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。見てねえで助けろお前。佐藤美穂先生知ってます。お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。ナオミ先生知ってます。お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよそんなの。デリケートな問題だぞ。言うなお前。ヤマタ。ヤマタってなんだよ。ヤマタでいいだろ。先生知ってます。よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだそんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい。繋いどけ。そこのやつ。そこのやつで名前言えよ。先生知ってます。お前の名前。じゃあ呼んでやれよ。言いたくありません。なんでだよ。かわいそうだろあいつが。中島先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだそんなこと。気まずいわ。中野美香第一印象から決めてました。メルトンかお前。佐々木危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのかこれ。井上加藤後藤まとめんだよそこ。桜井坂崎高見沢アルフィーかカズラモス武田メルディ全盛期志村後ろオリフか宮崎土幻化戦闘いか東黒丸じゃねえか。ダンカーンたけしじゃねえか。ラッキョ誰がラッキョだよ。コンペーでーせーな。なんだお前後半なんだコンペーでして。全然めちゃくちゃじゃねえかお前。ちゃんと卒業式やれよお前は。山下お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえかお前。架空の生き物を。いやそれ姫かぐや。やってたわ。稲葉100人乗っても大丈夫か。物置きかお前。じゃあお前やれや。40人アコーロースかーもらい飯やった。電磁波いやそれラップのやつじゃねえかそれ。駅前のお寿司屋さん行こう。いやそれバカな夫婦じゃろさっきの。ダイナマ太郎それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんだよ。お前が取った。何してんだよこれ。中原おじいちゃん亡くなって残念です。あこれ GG バカなの。ガスな消せ。稲川怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボンは出てこなくていい。出てこなくていい。出てこなくていい。戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ。ちゃんとやれよ卒業式。三浦俊和。はい。お前は3年間このクラスの担任として。俺担任。お前何なんだよ。コンペでいい加減にしろ。どうもありがとうございました。結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、ちょっとお聞きしたいんですけど。090の23携帯番号じゃねえ。
なんでナンバー見てになっちゃってんだよ。簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いやお寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。あの家財道具なんちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよちょっと。バリカンコーナー地下1階。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場。ギフト売り場知ってる。ギフト売り場。はいはい。ああお気遣いなく。お前にじゃねえよ。なんであんたに買ってやんねえいけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますので、まとめていってください。本当、それ助かる、はい、ちょっとね、いろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい、あの、ベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ、別に。買いたいの、ベッド。ベッドですか、はい。あとはね、あの、家電はどこに売ってますかね。それでしたら、一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えないの。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他は。あと、おもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか、大人用ですか。子供用に決まってんだろ、お前。何してんだ、お前。子供用、はい。なんだ、お前。他は。あとね、スーツ欲しいんだ、あの、紳士服売り場ってどこですか。あ、それでしたら、きび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎か、お前。その前に、熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだ、お前。何言ってんだ、こいつ。あんな、お前。妻は、博多麻衣子です。は博士太郎か。何が。てめえ何客の頭叩いてんだこの野郎、お前ふざけんじゃねえぞ、お前責任者やめってめえこの野郎、お前ってえな。でそんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと言い聞かなきゃいけねえんだよ、お前。もしかして中。なんだ中ってよ、お前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。あちらになってます。あ、向こう、はい、うわやばい、財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いや、それじゃないですね。じゃあこれですか。いや、それでもない。じゃあこれですか。マトリョーシカか、お前。なんだ、次々よ。これじゃない。これじゃないっすよ。じゃあ届いてませんね。はい、あと、あの、車のキーも一緒に落としちゃったんですけど、届いてないっすか。そちら届いておりますよ。ほんと、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP か。なんだこれ、お前。こんなもんってあるか、お前。もういいわ。一緒に来た友達に探してもらうから、ちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が猿だよ。いい加減にしろ。あれ、あの、今日から新しいアシスタントの子を組んだね。うん、まだ来てないの。あ、どうなってるの。すいません。すいません。えらいの来たな、おい。君が新しいアシスタントってのは。本当にすいません。今日からアシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。初回から遅刻ってどういうつもりだよ、それ。少しでも先生のことを詳しく知ろうと思って、先生のうちに上がり込んでました。空き巣か、お前。何してんだ、勝手に上がり込んで。大丈夫です、大したものなかったんで。うるせえよ、まあ、あるよ、いろいろ。何言ってんだ、もう、もういいや。とりあえず、じゃあ番組始めましょう。はい。本番いきまーす。5秒前。4、3、2。こんにちは。3時間6分クッキング。長えよ、おめえよ。何時間やってんだ、お前。3分だ、3分。3分クッキングです。はい。それで今日は何を。今日はね、カレーを作っていきますよ。え、私さっきカレー食べてきちゃった。知らねえよ、おめえの事情は。なんでお前に合わせなきゃいけねえんだ、俺は。食べたんじゃなくて飲んできたんだ。デブか、お前。デブの発想じゃねえか、カレーが飲み物なんて。カレーいきますよ、はい、美味しいカレー作りますからね、はい、やっぱりカレーはね、大人から子供までみんな大好きですからね、うん、2ヶ月前に別れた彼も大好物でした。さあ、それじゃあね、材料の確認しましょう、はい、まずはこれ、北海道産のジャガイモでございますね。彼も北海道出身だったんです。さあ、そしてですね、こちら人参でございますね。彼は人参嫌いだった。うるせんだよ、おめえよ。何失恋話につなげてんだ、いちいち。この野郎。大丈夫です、私立ち直りました。いや別に励ましてねえよ、俺別に、はい、忘れろ、それは。今仕事に集中してくれよ。じゃあ材料確認もう一回しますよ、はい、ね、これが玉ねぎですね、はい、はい、で、じゃがいもですね、はい、こちらの大きなじゃがいも。誰がじゃがいもだと、ね。何してんだこの野郎、お前は、はい、こういったものを入れていきますからね、はい、そしてチョコレートも用意しました。はい、はい、チョコレートは隠し味に非常にいいですからね。え、合間にかじるんです。完食か、お前。何チョコかじりながら番組やってんだこの野郎。入れるんだよ、隠し味で、はい、じゃあ早速ね、作っていきたいと思いますよ、はい、それでは先生、下準備の方お願いします、はい、はい、まずはですね、この人参をさいの目に切ってってくださいね、はい、ちょうど奥歯ぐらいの大きさですね、そしてね、この玉ねぎの皮を剥いてってください、ね、足の裏の皮を剥くように、はい、そしてこのチーズを粉状に削って頭のふけぐらいで。汚ねえんだよ、おめえよ。下手くそか、例え。食いたくないわ、そんなもの。
なんだお前は、ちゃんとやりなさいよ。あの細かく刻んだ野菜を鍋に入れて火をかけますね。はい、はい、そしてですね、あらかじめ炒めといたお肉をですね、鍋に入れたいと思います。お肉を出してください。はい、はい、はい、こちらをですね。あれ、お肉が減ってんな。何ですかね。おめえ食ったろこの野郎。おい、何食ってんだ大野郎。毒味です。毒味じゃねえよ、はい、お前何やってんだお前。食うんじゃないよ、もういいや。はい、じゃあこれで、お鍋にお水を入れていきます。はい、さあ、ここからでございますよ。ここで先生のマル秘レシピです。はい、はい、隠し味にですね、はい、醤油を少々。醤油ですね。はい、はい、そして、はい、すった生姜を少々。はい、こちら生姜。はい、はい、そして最後に日本酒を。はい、飲んでんじゃねえよお前。なんか分かりやすい、分かりやすいな、おい。分かりやすい酔っ払いかお前。これアップじゃねえよお前、この野郎。何飲んでんだお前は。もういいや。でですね、ここでルーを入れます。ムーンにフィット。大芝かお前。なんでルー大芝やったんだ今。カレーのルー入れんだろうがよ。はい、カレーのルーを入れまして30分ほど煮込みます。はい、こちらがですね30分煮込んだものになります。こちらでございますね。はい、そしてこちらが、お皿に盛ったものになります。そうですね。そしてこちらが、食べ終わったものです。走りすぎだよお前。いいんだよこんなことしなくてよ。煮込んだものだけでいいんだ。しまえよこんなものお前は。はい、すいません。はい、じゃあね、煮込みましたんで、はい、だいぶ良くなってきたから、はい、じゃあ開けてみましょうか。開けてみましょうか。うわー、この続きは CM の後。バラエティーかお前。この後カレーに何かが起こる。バラエティーかっつんだよ。続きはまた来週。バラエティーかっつんだ。さてと、研究に取り掛かるかなあ。さっきはどこ。おい、お前誰だ。ああ、何やってんだ。鈴木と言います。鈴木。ああ、君か。今日から新しく入る女子の鈴木くってな。はい。ああ、話は聞いてるよ。はい、ああ、おお、でも早速研究か。熱心だな。いえ、余りもんでまかないを作ってました。厨房か。いえ、大学生です。いや、厨房かと言ったね。厨房、料理を作るところ。何の説明させんだお前は。何をやってるんだよ。すみません。そうか、今日からな、助手として頑張ってもらうから。はい、じゃあこの研究室のな、あのちょっといろいろ案内をするから。いやいや、いいです。あの、まだ入るかどうか決めてないんで。サークルか。いや、今日は見学だけで。サークルかって言うの。他にもいっぱい誘われてるんで。サークルかって言うの。あれ、ちょっとネクタイ地味じゃないですか。もっと明るい色。パープルか。何してんだお前。何がだよ、パープル。何がパープルだよお前。女子のくせに戦うんじゃないよ、全く。すいません。そんな中途半端な気持ちだったらな、わしの研究にはついてこれんぞ。すいません。いやでも光栄だな。ありがとう。世界でも有名な博士太郎さんの助手ができる。博士太郎じゃねえよ。博士太郎、博士で止めとけよお前は。博士、博士だろ。はい、とにかく今日から頑張ってもらうから、はい、じゃあな、この研究室の禁止事項をいくつか言っとくか。いや、知ってます。あの、隠れてタバコ吸っちゃダメなんでしょ。物質か。後輩走らせたりとか。物質かっつってんだよ。あと、あの、焼き入れたりとかダメなんでしょ。物質かってお前。焼きって久々聞いたお前は。お前何言ってんだお前。わしがなぜ助手を頼んだか分かってんのかお前。わしには時間がないんだ。時間が。どっか悪いんですか。いや、死ぬわけじゃねえよ。研究発表会まで時間がないんだよ。急いでも間に合わない感じですか。このままのペースじゃ全然間に合わんよ。だから言ったんですよ、8月31日に慌ててやっても無理だってね。夏休みの宿題かって。やったけど持ってくの忘れたって。夏休みの宿題かって。だから昨日海行かなきゃよかったんだよ。いや、夏休みの宿題かって。うるせえなお前は。何言ってんだお前。分かってんのか。わしの研究はな、新薬の開発、こういうことなんだよお前。はい、合ってるか。で、その新薬ってのはどこに。新薬じゃねえよ。新しい薬、新薬だよ。なんで新薬研究しなきゃいけないんだ俺。だいたい誰だその新薬ってお前よ。ちょっとじゃないよ、うん、とにかく時間がないからな、はい、早速実験に取り掛かるぞ。じゃあ早速フラスコ取れ。はい、これちょっと辛いんで。タバスコじゃねえよ。なんでタバスコがそんなのあんだよお前。フラスコ取れって言ってんだろうが。フラスコレーション溜まってます、ね、うるせえんだよお前。こんな言葉ねえよ。フラスコぐらいわかんだ、はい、これだよこれ。はい、ほらお前は薬品取れ、薬品を。はい、こうん、でこれをこう入れて、はい、よし、これで1時間待とう。はい、うん、1時間経ったものがこちらになります。料理番組か。どこの学生でも簡単に料理番組かっつってんだよお前はよ。余計なことばっかしてんじゃないよお前。あったね、自動処刑。おう、なるほど、そうか、そういうことだな。ちょっと博士、私にも見させてください。わかるのかお前。わかります、お願いします。ああ、うわー、どうした、超エロい下着あいつ。覗きかお前。何も見えねえよお前、顕微鏡だよただの。ちゃんと見ろお前、はい、見るんだったら。わかりません。視力検査かお前。誰か中でこんなことやってんのかお前。ちゃんと覗けっつうんだろ。見るんだったら。あ、切れた、100円玉。いや、観光地かここお前。
格上入れてみるタイプじゃないね、これは。ちゃんとのどけって言ってんだろうか、お前は。ああ、どうした、家の鍵かけ忘れたかも。心配性か。窓開けっぱなしかも。心配性かって。ガスの元栓閉めてないかも。心配性かって。ウーロン茶作るの忘れた。福建省か。何が？ウーロン茶が福建省でしょうか。なんで俺が戦わなきゃいけないんだってめ。もういい。クビ。遅いな。今日の撮影から時代劇界期待の大型新人が来るって聞いてんだけどな。何やってんだろうな、あったく。父上の仇。危ねえな。無礼だってめ。何が父上の仇だこの野郎。誰だお前。我は亡き家康公の忘れがたみ満腹丸じゃ。わけわかんねえんだてめ。何が満腹丸だ、ただデブじゃねえかこの野郎。はっはん、お前か今日から来る新人ってのは。撮影初日から遅刻とはいい度胸だなお前。いやいや違うんですよ監督。いやどうやってもこの寝癖が治んなくてね。寝癖じゃねえよこれ。そんだけだろうがお前言ってるよ。何言ってんだお前。お前のせいでなベテランの役者さん待ってんだぞ、はい、お前どうするつもりだ。とりあえず謝ってきます。当たり前だろ、言ってこい。でそのベテランのジジイとババはどこに。口悪いなお前。ジジイババって何言ってんだこの野郎。楽屋にいらっしゃるよ、あんた言ってこいよお前は。ほんと最近のやつはお前。監督。なんだよ。ちょっと監督。なんだあの後ろの二人、あれズラじゃないですか。当たり前じゃねえかそんなもん。時代劇なんだからカツラに決まったんだろうがお前。え、監督もハゲズラ。誰がハゲズラだよてめえ。それハゲズラちょびげ。ハゲてねえだろうお前。つけひげそれ。つけひげじゃねえよなんだろうお前。俺は地毛でやってんだバカ野郎。おめえみてえのが大型新人信用できねえよこれ。そんなに信じられませんか。おお。じゃあ華麗な剣さばきをとくとご覧あれ。おお、ずいぶん自信あるみてえだな。やってみろよ。ほらでえフェンシングじゃねえか。フェンってなんだこれ。お前フェンシングもよく知らねえだろてめえ。お前みたいなの付き合ってられねえわ。もうどうでもいい。さっさともう撮影始めるわ撮影。え？なんだお前。撮影って聞いたら急に緊張しだしたのか？いやいや緊張なんかしてませんよ。してるじゃねえ。ただ心臓がドキドキして手足が震えるだけ。それが緊張すんだよ。それを緊張すんだ。いや多分酒が切れたんです。バカ野郎お前。酒に頼ってんじゃねえよあったく。もう早速行くぞ。シーン35カット6、敵2人を切った後決め台詞父上の仇。これ。はい。分かってるな。分かりました。よし。じゃあすいません。早速ですがお願いします。いいかこの簡単なシーンだからパッといくぞ。よーいアクション。いやーいやー、ここで決め台詞父上の肩叩き。親孝行かお前。なんで肩叩いちゃうんだ。肩叩きじゃねえ、ちゃんと喋れ。すいません、もう一回お願いします。すいません、何してんだ、一発で決めろっつってんだろうが。すいませんね、なんかたぶん簡単なシーンなのに。もう一回いくぞ、これで決めるぞ、はい、よーいアクション。いやいや、ここで決め台詞カツオの叩き。バカだろお前。もう勇気ねえだろお前。最初からお腹減っちゃった。お腹減っちゃったじゃねえよてめえこの野郎。もういい、縦のシーンあっただ。あ、じゃあ横のシーン。横のシーンとかじゃねえよお前。縦横のシーンじゃねえ、縦ちゃんばる。何度お前説明したいけ。すいません、もう後ほどもう一回やりますんで。すいません、すいませんね本当に。ちゃんとやれよ。お前のせいだよこの野郎。何言ってんだこの野郎。もういい。じゃあもうラストシーン先に撮っちゃうから。ラストシーン分かるな。ラストシーン、切られた仲間のとこ駆け寄ってって、はい、泣きながら最後を見とる一番いいシーンだからな、はい、いやバシッと決めろよ。はい、じゃあいくぞ、よーいアクション。そこで振り返る。俺の人生いろいろあったけど結構満足して。いや人生振り返ってどうすんだお前。何言い出してんだよ。いや違うよ、人生じゃない。人生じゃ振り返るだけでいいんだよ。ただ体を1、2、停滞かお前は。何やってんだこんなこと。もういいよ、じゃあもう振り返ったとしてもすぐ駆け寄れ。はい、駆け寄ってく。はい、駆け寄って、まだ泣くなよ、まだ溜める溜める溜めて溜めて、よし泣け。泣かちゃんかお前。赤んぼかい。感情入れてもっとあるだろ、こう込み上げるものが。そうそういう感じ。おいいじゃんいいじゃん。おお。おふくろ。森進一かお前。まあはっきりおふくろさんって言ったろ。おふくろじゃない。入れすぎだよてめえ。感情はもっと自然な感じで、涙を誘う感じであるだろ。ああそういう感じだぞ。ああいいねいいね。おいいよ。マスカラが。女子高生かお前。女子高生じゃねえかマスカラなんてお前は。女子大生だよ。わかるかこの違い。女子大生だよ。何監督の頭殴ってんだこの野郎。お前意外しろよ。俺ちょっと照明さんこの電球守って。誰が電球だってね。クビだおめえみたいなやつ。おめえのどこが大型新人なんだ。いや名前が尾形新人なんです。ややこしいな。
どうも、中村です。どうも、よろしくお願いします。はい。もう頑張っていきましょう。もうチャンピオン大会ですから、魔法でお客さんもいますしね、いっぱいの方見てると思うんでね、多分ほとんどの方は知らない人だと思うんでね、軽く自己紹介したいと思います。はい。僕らタカ&トシと言いまして、僕がタカで、僕がトシです。二人合わせて、タカ&トシってこう頑張ってるわけです。ぜひ覚えていただきたい。よく覚えてね、間違えられるんでね、僕がタカですから。トシでございます。二人合わせて、タカ&トシでやってるんですよ。頑張ってるわけです。まあでもですね、僕らこの世界入りまして、僕がトシでございますからね、皆さんね。本当覚えていただきたいなと思うんですけどね。まあでもね、僕らこの世界ってもう9年ぐらいやってるんですけど、ね。もう9年やってますね。9年もやってます。僕が年でございますからね、皆さんね。本当にぜひぜひ覚えていただきたいなと思うんですけどね。まあ9年もやってるといろいろなことがあるんですよね。いろんなことあったね。1年目の頃で、うるせえな、お前。何回やってんの、高野市、高野市と同じことはよ。声出せよ。なんで急に声出さないの、あんた。まあチャンピオン大会ですからね、声出して頑張っていきましょう。何の大会でも出してけ、声は。ね。まあそれにしてもね、僕は誕生日が4月なんですけどね、今度の4月で僕28歳なんですよ。ありがとうございます。いや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 、いや別に拍手するようなところでもないですけどもね、まあまあアピールですけどもね、まあまあいいんですけど、でも28ぐらいになるとね、普段のね私生活でね、ドキドキワクワクはないんですよ。あ、なくなりますね。ちっちゃい頃はね、もっとドキドキすることがあったんですよね。あったでしょ、母体から出てくる瞬間とかね。覚えてないな、ドキドキしました。全然覚えてない。僕の場合へそもが絡まっちゃって知らないから、そんな大変だった。覚えてね、普通小学生の頃でしょ。あ、小学生ね。ねえ、小学生の頃のいたずらとかドキドキしたでしょ。そりゃね、小学生にいたずらドキドキしますよね。危ねえな、お前言ってねえよ。違う、小学生の頃のいたずら。あ、それはそっちの方がドキドキしますよ。こっちは無抵抗ですが、何されるんだろう。されたいたずらじゃねえっつうんだよ。なんでされた、誰にされたんだ、マイケルか、お前は。富岡の方で。富岡じゃなくて。あ、そう。違うでしょ、うん、小学生の頃にいたずらいろいろしたでしょ。まあやりましたよね。ねえな、ピンポンダッシュとか。あ、やったね、バスの中でピンポン、タッタッタッシュッ。何が楽しいの、それは。ただうんこ我慢してるだけじゃねえか、そんなやつ、お前は。いや、決めつけすぎでしょ、うんこ我慢してるって。急いだからってうんこ我慢してる。そんならうんこなんだ、絶対。思い切ったツッコミしますよ。そんならうんこなの、絶対。そうなんですか、うん、家のピンポン押してダッシュするんですよ。やりましたね。おい、どの家にする？これでいいんじゃない？よし。ピンポーン、ガチャ、タッ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 。なんで中入ってくんだ、お前はよ。トイレ貸してください。いや、さっきのやつだろ、それは。やっぱうんこしてんじゃねえか、それは。やっぱうんこしてたと。違うでしょ、そんなドキドキしないですよ。あとドキドキしたら初デートね。あ、初デートはドキドキしましたね。映画とか見てね、二人で見るんですけど、全然ストーリーが頭に入っていかないですよね。なんでですか。彼女のことが気になるんじゃない、やっぱり。立ち見で大丈夫かな。バラバラで見てんのか。しかも彼女立ち見てなんだよ、そんな。誰だよ、お前。すいませんじゃねえよ、わけわかんねえな、お前。え、じゃねえだろうかよ、お前。彼女が見てんの、彼女と二人でね。で、こう、感動的なシーンになるとね、隣で、泣いてるわけですよね。だから、こう、ハンカチをそっと渡して、ね。すいません。おっさんじゃねえか。鼻かぶらなくちゃねえだろ、そのハンカチでてめえ。お前、誰だよ、だから。映画見てんだよ、映画で彼女なの、隣は。隣は彼女なの。そうですよね。こういうのドキドキしますけど、ね。まあね。あとドキドキするってのは、中学生ぐらいの時に初めて自分の部屋に女の子が入ってきた時。ああ、ドキドキしましたね。玄関とか静かに開けてね。そーっと階段上がってね。そうそう、母体にバレないように行く。母体って言うんじゃねえよ、お前。ね、母さんでしょ、母さんでね。入ってくる。いまいち分かってねえじゃねえか、母体じゃ母さんですよね。で、こう、彼女が初めて来てね、こう、ポスターとかいじられるわけですよね。こ うわー、いっぱいポスター貼ってある。もしかしてファンクラブとか入ってるの、まあ、ファンクラブは入ってないけど、まあファンってね。可愛いより綺麗系が好きだったんだね。まあ、どっちかっていうとそうかな。うん、でも、悔しいけど綺麗だよね。富士山。なんでだよ、なんで富士山のポスター貼ってんだ、中学生。誰だっつうの、なんで家の中見ろ、見るな、お前。富士山なんか貼ってるか、ポスターなんか。違う。中学生が貼るっつったらね、普通アイドルのポスターでしょ、あややとか。クララとか。アニメオタクか、俺は。なんでクララだよ、トロロとか。トトロだろ、なんでトロロのポスター貼んなきゃいけないんだ、すいません。だから、いいっつうんだよ。入ってくんな、じじい、これ、わけわかんねえな、お前。で、あとのエロ本とか見つかると。あ、エッチな本恥ずかしいですね。いやらしい本だ。うわ、ちょっとやめてよ。やめてよ、ちょっと。なんか折り目ついてる。こういう人がタイプなんだ。あ、それ母さん。いや、なんでだよ。聞くわ、母さんエロ本乗ったら、お前。すいません。見るんじゃないよ、エロ本を。出すな、そいつも、二度と。で、まあまあね、そう、キャッキャキャッキャやってるとね、こう階段を上がってくる足音がするわけですよ。たったったった。やべやべやべ。ガチャ。トイレ貸してください。だからさっきのやつだろ、お前。うんこ探してんじゃねえよ、お前は。いや、うんこは探してないですよ。うんこ探してんの。うるせえな、もう。うんこを訪ねて3000人じゃないですか。うるせえな。こんな長いこと探すか、お前は。違うよ。そうじゃなくて、母さんが上がってくるんですよね。やべやべ、ちょっとごめん。押し入れ隠れて。ごめん、ガラガラ。ごめんね。お前誰それは、お前。なんで押し入れの中に係みたいなのいるか、お前。補助です、補助。いないからね、そんなのは。違う、彼女だけ隠すんですよ。で、こう知らん顔してるとね、母さんが入ってきて、ズバリ本音のこと言われるんですよね。ガチャ、あんたうちの子じゃないの。言うわけねえじゃねえか、そんな。なんでそんなタイミングでそんなこと言われるお母さん。出すなっつんだよ。近いでやってんじゃねえよ、お前は。違う、彼女来てんでしょってことは言うんですよ。彼女来てるんでしょ。押し入れから出しなさい。
してこう恥ずかしそうに彼女を出すとね、母さんが言うんですよね、泥棒猫。言うわけねえじゃねえか。なんで初めて連れてきた息子。言ったんだよ俺の母ちゃんがよ、酔った勢いで昔よ。どんだけ酔ってんだよおめえ。アル中かもしんねえんだよ。アル中だよそんなやつ、わけわかんねえなお前。でまあまあね、彼女と自分と母さん3人で変な空気、なんでへこんでんだよお前。大丈夫、アル中は治るから元気出せよお前。大丈夫だよな。違うんです。何？眠たいんです。あ、眠てえのか。どうも。いや終われねえよそれじゃん。眠たいから終わりますよ、前代未聞だよそんなやつ。だって眠たいんだもん。我慢じゃねえよ、子供かお前。だから成長しないんです。だから寝るんですけど。どういうことですか。寝る子は育つ。うまいこと言う。どうもありがとうございます。だから終わるなっつうんだよ。なんで終わろうとすんのあんた、わけわかんねえな。終われたじゃねえか今ので。終われるかそんなの。お前って終わると思ったんだろ。いこぶってんじゃねえ、化けの皮剥ぐぞ。あ、もう剥げてた。どうもありがとう。だから、終わるなっつう。なんでそんなダジャレで終わるんだよお前、わけわかんねえな。何があんだよ。チャンピオン大会だぞお前、頑張れ。もっとドキドキすることあったでしょいっぱい。ドキドキっすわ、ファーストキスですよ。そう、これが一番ドキドキするよね。公園とかなんかでね、こう肩を寄せ合ってね、キスしてもいいかい。そしたら彼女が照れくさそうに言うんですよね。あんたうちの子じゃないの。母さんじゃねえ。なんで母さん止めた。すいません、うるせえの。もういい加減しろ。どうもあれだ。終われねえ。終われたわお前。いい加減しろ。どうなんでしょ。まあでも今日から新弟子が来るっていうことだからな。うん。あいつは確か新弟子の、ほう、稽古場まですり足で来るとは感心感心。おい、すり足は土俵の上だけにしとけ。いや、さっきそこで犬の糞踏んだんだよ。バカ野郎お前。汚ねえな、お前。どこにこすりつけてんだこの野郎。ここがよく取れるんだ。取れるで。新鮮な場所慣れてんだこの野郎お前は。親方の糞ですか。なんで俺が糞しなきゃいけないんだお前。ここに当てるの。ここに当てたじゃねえよお前この野郎。とんでもねえやつだなお前。今日からお世話になります、新弟子の鈴木です。お前か、今日から厳しい稽古始めるけども頑張れよ。はい。うん、まあでもなかなか体格はいいじゃねえか。親方ガリガリっすね。うるせえんだよおめえ。病気っすか。病気じゃねえよお前。俺は引退してからダイエットしたんだよ。ダイエット僕にも教えてください。バカかお前は。なんで相撲取りが痩せてんだよお前は。お前太れ太れもっと。でお前なんでこの世界入ったんだ。将来立派なちゃんこ屋になりたくて。大回りだなお前。大回り板前になるやじゃ。いやでも元力士って方が説得力あるんですよ。いや知らねえよ。山川力さんのところも。いや知らねえって。あのちゃんこダイニング若者も。なんでもいいわ、うるせえな。やっぱ説得力あるからみんな行くんですよ。お前の戦略が作ったのは。うるせえっつんだ。うまそうなんですよ。何を急に興奮してんだお前は。知らないよお前。で、お前もともと聞いたところによるとサッカー部だったらしいな。はい。なんで相撲取りになったんだ。姉が勝手に応募しました。ジャニーズかお前。ジャニーズじゃねえかそんなの。ジュニアからやるつもりです。無理だよそんなもんお前。取ったジュニアなんか聞いたことねえよんなもん。まったく大丈夫かお前。消えれてけよ。はい。今日から一人前のな歴史目指して頑張れよ。はい。ほんでお前番付で言うととりあえずどこら辺が目標なんだ。とりあえずおむすび。小結びだよお前。なんだおむすびって。その後はやっぱり横綱ですかね。おー頼もしいじゃねえか。うん。じゃあ横綱になったら何がやりたい。時々モンゴルに帰りたいですね。朝青龍かお前。巡業サボってサッカーがしたい。朝青龍かっつってんだよ。朝はヨーグルト1個は。朝朝食か。何が朝朝食じゃないですか。いやお前がヨーグルト1個なんて言うか。てめえ誰の頭叩いてんだこの野郎お前。すいません北方。ラーメンかお前。北方って何。親方だよお前この野郎。舐めてんだろ俺の方。いやそんな舐めるわけないじゃないですか。親方は現役時代偉大な力士だったんですから。まあね、決まり手の豊富さからついたあだ名が技のデザート。パティシエか俺お前。シェパード。いや犬か俺。アパート。木造建築かこの野郎。うん、技のデパートだよ。百貨店か。百貨店だよお前。てめえ何叩いてんだこの野郎。ごめんしろよお前は。そんなことより親方、うん、僕のしこ名を決めてくださいよ。お前は決めてなかったな。はい、そうだな。なんかどんなしこ名がいいとかあるのか。やっぱりシンプルに鷹の花って。でけえよお前いきなり。いきなりでけえよ名前がよ。高見盛りでもいるんだよ。高見盛りはいる。じゃあ鷹のゆりでお願いします。ビューティークリニックか。腕かけねえじゃねえかそんなの。じゃあ鷹人で。屋敷鷹人じゃねえかそれじゃあよ。鷹目チェッカーズカップだよ。シャクシャだな。もういいよお前、しこな俺が来場所まで考えとくから。お願いします。稽古だ、稽古。な。はい。稽古が一年。その前に、僕の技を見てください。お？なんだ？お？なんだ？お？お前な、俺に猫騙しは効かんぞ。いや、猿騙しです。誰が猿だってね。誰が猿だ、お前もやるわ、お前。ダメじゃねえか、お前。そんな小手先の技なんかいらねえんだよ。はい。まずは基本が大事だ。わかりました。すり足やってみろ、すり足。はい。なあ、全然ダメだ、お前。もっと腰を落とせ。すいません。ついうっちゃり。うっかりだろうが、お前。なんだうっちゃり。怒った怒った怒った。同時か、お前。残ったみたいに言うじゃねえよ、お前はよ。真面目にやれよ、はい、お前は。次からはちゃんこします。ちゃんとしますだろうが、お前。なんだ、相撲ダジャレばっか挟みやがって、この野郎。行事よく、
や行儀よくだろお前、なんだなんだそのたどたどしいのはお前、前頭それは何なんだ、それはそのダジャレの原型がわからんわ、ま、前頭なんだ、すいません全然合ってないわそれ、なんだお前、愛じゃねえだろうがお前、いやそんなね基本なんかいいんですよ、なんだよ僕のぶつかり稽古を見てくださいよ、ほんだよお前、親方の胸貸してください、お前言うことだけ言っちまえだな、よーじゃあ体で教えてやる、ほい、うん、気持ちが悪いんだよお前、なんだお前気持ち悪いな、あったかい、あったかいじゃねえよお前、目だとかお前それやがってこの野郎お前、舐めてんだろやっぱりお前、あこんなんで来場所のはずだけどできると思ってんのかお前、実は大事な話があります、だ急に改まってお前言ってみろ、3ヶ月ぐらい前から、うん、足の調子が、だってあんたその吐きはないんだよ、親方の熱心な指導を見てたら言い出せなかったんです、まったで、どこが痛いんだ、まさか膝じゃないだろうな、膝は力士の命だぞ、水虫です、早く治せよ、治せそれは靴ずれです、 OL かお前、タンスの角に小指をぶつけて、おちょこちょいかお前、小指の爪がどんどん小さくなる、おばさんかお前、うちの母親なんかもう肉眼では見えないぐらい小さい、なんだお前余計なことばっかり言いやがって、なんでお前大して経歴もないお前を俺が入門許可したか分かってんのか、いえ他にも才能あるやつはいっぱいいたんだよ、だけどな俺はお前のその勝利に飢えた目、それが気に入って入門許可したんだ、そうだったんですか、お前ありがとうございます、これから気持ちを入れ替えて一生懸命頑張ります、ご指導のほどお願いします、北方ラーメン勝つんだ、僕思うんですけどね、あの中学時代がね一番楽しかったなと思うんですよ、楽しかったですね、これはね、中学校の頃ってね何が楽しいってねこの決まったことはないんですけど、あの学校帰りのね道草なんかでもすごい楽しかったんですよ、ワクワクして、まあ中学生ってまだ子供ですからね、なんかお店寄ってるだけでテンション上がっちゃうよね、テンション上がっちゃうんですよね、いや腹減ったな、腹減ったな、マック行こうぜ、いやフグ行こうや、大人かお前、フグなんか行こうじゃねえじゃないか、そんなもんマックでいいんだ、マックでお前、ね、すいませんハンバーガー2つカードで、大人かてだから現金であれ現金で、そんなもんお前大人かてだから長財布でベロってやってんじゃねえよ、そんなもんお前、すいません領収書お願いします、大人かて お前、おてんばかお前、なんだこれよなんだこれお前、鬱陶しいよ、そんなんじゃなくてこうごめんなさい待ったみたいな感じでこう一生懸命謝る、こんなんじゃねえよ、別に気持ち悪いよ、言ってますよ、初めて見たよこんな生き物、やってたじゃないですか、だって違う、こうはってこう一生懸命謝ってる姿が可愛らしいんですよ、ごめんなさい遅れて、全然だけどちょっと心配したんだよね、おてんばかお前、なんでゲップしちゃうんだここでよお前は、おてんばかつって、おてんばかつ、おてんばかつ、おてんばかつって言うの、6時です。鳩時計か。知らない。知らない。知らない。あんたが勝手にやったから。え？アンドルが戦うんじゃないけど。そんなんじゃない。すごいおしとやかだから、うん。デートの時も私実はお弁当作ってきたんですよ。だからね。実は私今日お弁当作ってきたんです。マジで嬉しい。いけない。スーパーファミコンだった。おてんばかどんな間違い。形だけですけど、かろうじてやってんのは。ちゃんと作ってきておかずをあーんってやってほしいの、はい、俺は。おかずをあーん。あれ？恋か何がね、家の恋じゃねえか、こんなもんね、こんなバクバクやってた、おい人面魚か、古いんだよ、違う言ってねえ、そこはスッと食わせれば危ねえな、これお前ごめんなさい、そんなつもりじゃなかった、いやいや、ごめんなさい、弱いんだけど、おてんばくなって言さてと、研究に取り掛かるかなあ、さっきはどこ、おいお前誰だ、ああ何やってんだ、鈴木と言います、鈴木、はい、ああ
君か、今日から新しく入る助手の鈴木くってな。はい。ああ、話は聞いてるよ。はい。ああ、おお、でも早速研究か、熱心だな。いえ、余りもんでまかないを作ってました。厨房か。いえ、大学生です。いや、厨房かと言ったね、厨房。料理を作るところ、何の説明させんだお前は。どうやってるんだよ。そうか、今日からな、助手として頑張ってもらうから。はい。じゃあこの研究室のな、あのちょっといろいろ案内をするから。いやいや、いいです。あの、まだ入るかどうか決めてないんで。サークルか。いや、今日は見学だけで。サークルかってお前。他にもいっぱい誘われてるんで。サークルかってお前。あれ、ちょっとネクタイ地味じゃないですか。もっと明るい色。パープルか。何してんだお前。何がだよ、パープル。何がパープルだよお前。女子のせい叩くんじゃないよ、やったく。すいません。そんな中途半端な気持ちだったらな、わしの元気にはついてこれんぞ。すいません。いやでも光栄だな。何がだ。世界でも有名な博士太郎さんの女子ができる。博士太郎じゃねえよ。博士太郎、博士で止めとけよお前は。博士だろ、はい。うん、とにかく今日から頑張ってもらうから、はい。じゃあな、この研究室の禁止事項いくつか言っとく。いや、知ってます。あの、隠れてタバコ吸っちゃダメなんでしょ。物質か。後輩パシらせたりとか。物質かっつってんだよ。あと、あの、焼き入れたりとかダメなんでしょ。物質かってお前。焼きって久々聞いたお前は。お前何言ってんだお前。わしがなぜ助手を頼んだか分かってんのかお前。わしには時間がないんだ、時間が。どっか悪いんですか。いや、死ぬわけじゃねえよ、お前。研究発表会まで時間がないんだよ。急いでも間に合わない感じですか。このままのペースじゃ全然間に合わんよ。だから言ったんですよ、8月31日に慌ててやっても無理だってね。夏休みの宿題かって。やったけど持ってくの忘れた。夏休みの宿題かってんだよ。だから昨日海行かなきゃよかったんだよ。夏休みの宿題かって。うるせえなお前は。何言ってんだお前、分かってんのか。わしの研究はな、新薬の開発、こういうことなんだよお前。はい、合ってるか。で、その新薬くんってのはどこに。新薬くんじゃねえよ。新しい薬、新薬だよお前。なんで新薬くん研究しなきゃいけないんだお前。大体誰だその新薬くんってお前よ。ちょっとじゃないよ、うん、とにかく時間がないからな、はい、早速実験に取り掛かるぞ。じゃあ早速フラスコ取れ。はい。これちょっと辛いんで。タバスコじゃねえよ。なんでタバスコがそんなのあんだよお前。フラスコ取れって言ってんだろうが。フラスコレーション溜まってますね。うるせえんだよお前。こんな言葉ねえよ。フラスコぐらいわかんだろ、はい、これだよこれ。はい、それお前は薬品取れ、薬品を。でこれをこう入れて、はい、よし、これで1時間待とう。はい、うん、1時間経ったものはこちらになります。料理番組かお前。どこの学生でも簡単に料理番組かっつってんだよお前はよ。余計なことばっかしてんじゃないよお前。あったね、じっとしとけ。おう、なるほど、そうか、そういうことかな。ちょっと博士、私にも見させてください。わかるのかお前。わかります、お願いします。ああ、うわー、どうした、超エロい下着あいつ。覗きかお前。なんも見えねえよ、顕微鏡だよただの。ちゃんと見ろ、はい、見るんだったら。わかりません。視力検査かお前。誰か中でこんなことやってんのかお前。ちゃんと覗けっつうんだろ。見るんだったら。あ、切れた、100円玉。いや、観光地かここお前。100円入れて見るタイプじゃないねこれは。ちゃんと覗けっつってんだろうかお前は。ああ、どうした、家の鍵かけ忘れたかも。心配性か。窓開けっぱなしかも。心配性かって。ガスの元栓閉めてないかも。心配性かって。ウーロン茶作るの忘れた、福建省か。何がウーロン茶って福建省でしょうか。なんで俺が戦わなきゃいけないんだってべ。もういい、クビ。どうも、夢健太キヨでございます。ということでね、我々、夫婦夫婦漫才でやらさせていただいてるんですけどね。そんな距離でお前ね、漫才やるんだっていうことでございますけれども、まあ今日もね、お客さん、綺麗なお客さんばっかりでございますな。出た、女好き。非常にお人形さんのようでございます。そうやっていつも口説いてんだろ。端からね、日本人形、フランス人形、わら人形、泥人形。面白くないね。ねえ、そんなことはございませんけれども、非常にべっぴんさんでございますね。べっぴんさん、べっぴんさん、一つ飛ばしてべっぴんさん。センスないね。いやいやいや、非常にね、あれでございますけれども、まあ最近は健康ブームなんてことを申しましてね、私もメタボが気になってきたんですが、この肥満の三大要素というのがございます。高カロリー、高血圧、氷砂糖が好きなやつ。本当にウケないね。ずっと滑りっぱなしだね、あなたは。ですけれどもね。まあ、かくいう私も気になりまして、毎朝ウォーキングというのをね、やっております。嘘ですよ。やってますよ。この男ウォーキングなんかしてませんからね。いやいや、本当にやっております。だいたい昼過ぎまでぐーたら寝てるんですから。いやいや、ウォーキングするときは女のケツを追っかけるときだけだろうか、この野郎。ま
まあとにかくやっておりましてね、とにかく人間の衰えは下半身から来るな、下半身ばっか元気じゃねえかよ、言っておりますけれどもね、でも一番怖いのは体の衰えより脳の衰えて、脳はもう衰えてんだよてめえは、言っておりますけれども、以前テレビ番組に出演した時に大学、嘘ですよ、テレビなんか出たことないんですから、いやいや、ラジオに3回出ただけ、もっぱら劇場ですからね、こういう見栄ばっか張るんですよこの男は、いやまあまあとにかくその知り合いの大学の、ほらね、知り合いのって変えたでしょ、さっきテレビって言ってたのに、こういう見栄ばっか張るんですよ、大体ね、この男はね、うるさいなお前は、なんだよそれ、とにかくね、その大学の教授がおっしゃってたんですがね、脳というのは使わなきゃ衰えるということでね、ことわざなんか思い出してみるといいらしいですよ、今日は思い出してみようかなと思いますね、犬も歩けば棒に当たる、猿も木から落ちる、猫にこんばんは、はい滑った脳ある鷹は爪を切る、はい面白くない、虎ぬたぬきの皮パンツ、はい鼻毛出てる、桃栗三年僕中年、はい口臭い、押してもダメなら帰りましょう、はいイカの死骸みたいな顔、いい加減にしろよお前は、突っ込めよ M1 だぞ、突っ込んでやるよ金やれ、何すんだよお前、なんだよ、何すんだよお前、この野郎、何だ、いや何だ、あいつが見えばかって、ああああそれが一番受けてるじゃねえかよ、見栄ばっか張るからだよ、気持ち悪いな、なんてことするんだよ、なんてことするじゃねえよ、てめえが負けずくるだろうがよ、だからあれは違う、ああ聞けよお前は、なんだよ俺の話聞けよ、あれはな、だから聞けんだよ、なんだよあれは、だから聞けよ、聞きたかねえよ、どう考えたら誤解じゃねえじゃねえかよ、言ってんだよお前、なんなんだあの領収書はよ、ジュエリー巻きのって宝石じゃねえか、どうせスナックのババに貢いだんだろうがよ、そんなことするわけねえだろうが、否決すんだよ、今日は大事な日だろうが、 M1 なんか関係ねえんだよ私にゃ、 M1 のことじゃねえよ、なんだよ今日は俺とお前結婚25周年の日だろうが、もらえない、もらえない、私ケンちゃんひどい、こんないいからつけてみろ、こんな姿にさせちゃった、いいから、こんなひどい姿にさせちゃった、私もらえない、もらえないよケンちゃん、やめて、ぴったり25年間今までありがとう、これからもよろしくな、ケンちゃん好き、俺もだよ、明けましておめでとうございます、ね、はい、ということでございましてね、爆笑ヒットパレードトップを飾らせていただきます、ね、トップバッターですか、頑張ってやっていきましょう、2014になりましたけども、始まりました2014が、昨年はどんな年でしたか、いい年でしたよ、先ほどのね、先ほども言ってもらった、先ほども言っていただきましたよね、子供生まれましたから、2人ともそうなんですね、我々2人ありがとうございます、ねえ、よかったですよ、本当にね、すごいですよ、うちの子はね、もう4ヶ月で喋りましたからね、嘘つけよお前、ほんと、しかもね、パパとかママとか簡単な言葉じゃないよ、なんだよ、お世話になりました、言うわけねえじゃん、ほんとなんです、これ嫁も言ってたから、いやそんなこと言うんだったら、嫁も見てたんだ、いやいや、そんな言うんだったら、うちだって2ヶ月で首が座ったからね、うちだってね、1ヶ月で肝が座ったんだ、やだよそんなの、肝座った赤ちゃんってなんだよ、2ヶ月で目が座った、怖えよお前、目が座った赤ちゃんってよ、3ヶ月で入院、体調悪かったんだろ、じっとしてたって体調悪かったんだろそれよお前、4ヶ月目で退院ですよ、1ヶ月も入院したのか、お前はその時にお世話になりましたって、いやそのタイミングで言ったんかよ、そのタイミングで言ったんですよ、病院側にお礼したんかよ、嘘つけよお前は、本当にね、嘘の話なんですよ、ね、嘘なんじゃなきゃ結局、お前時間を返せよお前、バカ、でもね可愛いですよ、子育て大変大変って言われましたけど ね、めちゃくちゃ可愛い、全然大変じゃないね、まあ今はねもうおちよちよちやってるだけですけどもね、うん、そのうちも小学生とかがあったら大変だよ、うん、何が、だから子供同士で喧嘩して、うん、で相手方を怪我なんかさせちゃったら、これ、あ、それあるだろうね、向こうのうちにね親だから、うん、謝りに行かないといけないよお前、いやそれぐらいできますよ、できる、我が子のためだったらいくらでもある、ちょっとやってみよう、はい、うん、ピンポーン、はいどうぞ、こちら失礼します、あーどうも、この度はちょっと、いやね、本当に申し訳ない、まあまあまあ、分かるんですけど、子供がね、うん、やったこととはいえね、うん、うん、そのどうかしました、なんか臭いですね、失礼だろう、どういうことだよそれよお前よ、豚でも飼って、豚なんか飼ってねえよお前、相当臭いだぞそれお前、誰が豚の匂いだこの野郎お前は、そうですか、
謝りに来て人んち臭いってどういうことなんだ。申し訳ございません、本当に。うちの息子は、あんたんところの息子さんね、蹴られて泣いてんだよ、蹴られて。蹴られた？そうだよ。何かの間違いじゃないんですか？あざもあるよ、ちゃんと、あったく。本当に蹴ったんですか？蹴りましたよ。いつも言って聞かせるんですよ。本当かね。喧嘩の時はまず目をついてからタックルに蹴った。どんな教育してんだよ。格闘マシーン育ててんのか、おめんとかよ。蹴ったんですか？そうですよ。しかも蹴った後にね、はい、大好きなポケモンのカード取られたって泣いてますよ。申し訳ございません。タク。うちの息子はね、ポケモンのことになると、周りが見えなくなるんですよ。こうなってしまうというか。ちゃんとしつけした方がいいんじゃないですか？もう帰ってね、ボコボコにしてやります。やりすぎだよ、それ。いや、それは、それぐらいやらないとダメなんです。それぐらいやらないとダメなんです。子供に手は出していきます。子供って言ってもね、うちの息子もう32ですよ。おっさんじゃねえか、お前。もうボコボコにしてる。いや、もう32のおっさんかよ、お前。何ポケモンカード取ってんだ、お前。金太郎金持ちじゃねえか、お前。いや、ポケモンはね、大人でも楽しめる。いや、分かってるよ、その、そういうことじゃねえ。子供から取んなって言ってんだよ、お前。いや、どうすんだ、お前、たく。本当に。これ、つまらないもんね。いや、そういうつもりで言ってんじゃないんだよ。いや、ほんと、こっちの気が収まらないんだよ。なんだよ、お前、全然喋れてねえな、たく。収まりませんので。あ？こっちの気が収まります。何なんすか、これ。スーパーファミコンです。いらねえよ、お前。明らかに使わなくなったもんじゃねえ、これよ、お前。じゃあ、これ、お口直うかどうか。いや、私、お酒は飲まないんですよ。脳酒です。いらねえ、つまり。いや、生きてんのかよ、バカ、話すな。人んちに脳酒、お前、話すな、バカ、お前は。もう、これちょっと手持ちが少ないんですけど、いや一番おかしいでしょこれ、裸で現金っておかしくないですかこれ。嫁の髪の毛です。気持ち悪いよ、何持ってきてんだお前、はい、いや乗っけんなよ人の頭に。乗っけんじゃねえよお前、この何してんだお前、むちゃくちゃかお前。一個も謝罪できてねえぞ。そんなんでお前よくできるなんて言うなお前。じゃあちょっとやってよ。俺がやるわ、うん、お前。俺が大人の対応見せてやる。ピンポーン。はい、すいません、ミラの父親でございます。この度はうちの息子が大変申し訳ございません。いやいや、いいんですよ、子供同士のやることですから。いやいや、そういうわけにはいきませんので、うん、息子さんにちょっと会わせてください。僕ですけど。お前かよ、お前。しっかりしてんな、お前。いくつだお前。32です。32のおっさんかねえか、お前。はい、ポケモンのさっきのやつか、お前。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。お客さん、お客さん、終点ですよ、来てください。お客さん、終点ですよ。え、終点ですよ。え、もう日曜の夕方？商店じゃねえよ。終点ですよ。終点着きました。はい、じゃあ終点に着いたことを祝して乾杯。なんでですか。さあ飲んで飲んで。そうはな、いや、そうなんで飲まなきゃいけないんですか。あんたと俺の仲だろ。飲んだ仲ですか。初対面じゃないですか、私たち。遠慮すんなって。酒臭いぞ。水臭いでしょ。酒臭いのお客さんじゃないですか。飲んで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 育毛剤死んじゃうよ。何飲ますんすか、育毛剤なんて。飲んでいいんだよ。何ですか、もう他のお客さんも降りたんで、もう最後はお客さん、だから寝ないでください、ちょっとお客さん。寝ない、お客さん起きてください。あ、すいません、チェックでお願いします。居酒屋か。領収書をね。居酒屋かってだから。あれ、下駄箱の鍵がね。居酒屋かって。下駄箱なんかないですよ。あとちょっとだよ。あと一息乗ったら帰るからさ。あと一杯飲んだら帰るみたいに言わないでくださいよ。よし、今日は朝まで乗るぞ。居酒屋かって。朝まで飲むぞみたいに言わないでくださいよ、まったく。何言ってるんですか、じゃないですよ。大丈夫ですか、もう。あ、ちょっと、やめて、勘弁してくださいよ、ここは。できちゃったみたい。おめでたか。できなきゃないでしょ。何言ってんすか。え、蹴った。おめでたかって。何も蹴らないでしょうが、降りてくださいよ。え、降ろせって。ひどい。いやいや、言ってないですよ。降ろせって言ってないですよ。降りろって言ったんですよ。ひどい、絶対うまいです。いやいや、言ってないから、はい、こう、うん、いや、ちょっとちょっと気持ち悪い。大丈夫ですか。あんたの顔殺すぞ。気持ち悪いだったく。え、気持ち悪い。お客さん相当飲んでるでしょ。飲んでないですよ。飲んでますよ。飲んでないですって、本当に飲んでますって。今回勘弁してください。もう点数がないんですよ。飲酒検問か。あんの点数なんかないですよ。おまわりさんじゃないの。違いますよ。コスプレか。いや違うよ。いや何がコスプレじゃねえかよ。あんたが勝手に紛らわしいな、ま、勝手に勘違いしてるだけだろうがよ。何がコスプレ。うるせえよこの野郎。何なんすかその態度。うるせえんだよお前この野郎。何すか。俺はね、嫁子供のためにね、一生懸命やってきたんだよ。いやそれは分かりますけど、ね、それはつきしょう。いまだに嫁もできやしねえ。独身じゃねえかよ。何すか嫁子供って。何言ってるんですか。何がおかしいんですか。ちょっとなんか楽しくなってきたね。知らないぞ。ちょっとゲームやろ、ゲーム。やらない。山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅の名前、品川、新宿、渋谷、新橋。あんた強いね。車掌だよ。負けられないでしょうか。もう何言ってるんですか、うん、ちょっともう本当降りてもらわなきゃね。こうなったら鉄道警察呼ばなきゃいけないですよ。警察。はい、実はねこういうもんなんだよ。定期じゃねえかただの。何が実はねだよ。こっちも遊びじゃないんでね、暇じゃないですよ、もう本当に。頼むよ、聞いてくれ。最後だから最後に聞いてくれよ、はい、本当最後ですよ。これ聞いたら帰ってくださいよ。何ですか。俺は会社のために今まで一生懸命頑張ってきたんだよ。それなのに課長はよ、
お前は会社のお荷物だってよ。俺は貨物列車か。何が？いやいや、なんで俺が叩かれんの急に。急に急降下。いや何がだよ、だからよ。ああ急降下。何がって全然わかんない。結婚してください。急婚か。いい加減にしろ。なんで俺だけ一枚叩かれんだよ。さっから。リンゴが10個あります。猫がやってきてリンゴを1個加えてきました。さあリンゴは何個。9個か。11個だ。なんでだよ。猫が1匹やってきてリンゴ1個加えてった、追加してった。あ、なるほど。加えたっていうのは足してったってことか。どうでもいいよ。それにしてもあいつ遅えな。たかが近所に電話行くのにどんだけかかってんだあいつ。すいません。お前ね、すいません。遅いよお前。すいません。何やってたんだよ。いや、なかなかタクシー捕まんなくて。何タクシー使ってんだよお前。何タクシー使ってんだよ。出前なんか自転車で行けバカ野郎。すいませんでした、エグゼクティブマネージャー。誰がエグゼクティブマネージャーだ。バカかお前。寿司屋なんだから大将だろ。裸の。誰が山下清だ。誰が山下清だお前は。だっておにぎり握ってるじゃん。おにぎりじゃねえよお前。おにぎりじゃないですか。寿司握ってんだろ。寿司ですかそれ。お前寿司職人になりてんだろお前。しっかりしろやったくよお前。それより大将。なんだよ。そろそろ俺にも寿司握らせてくださいよ。何言ってんだお前。10年早いよ。おめえはな、寿司握る前に覚えなきゃいけないこと山ほどあんだろが。全部覚えましたよ。ほう言うじゃねえかお前。本当に覚えたんだな。覚えてます。ああ、じゃあ俺が今からいろいろ試してやっから。はい。じゃあまずこれ包丁研げな。はい。包丁ってのはこれ職人の命だから、ちょっと研いでみろ。わかりました。今日は生きのいい若いのが入って。鬼ババかお前。ヒッヒッヒじゃねえよお前。何してんだ、怖えんだよおめえよ。全然できてねえじゃねえか。もういいや。よじゃあシャリだ、シャリ。シャリってのはな、寿司の基本だからな。これがうまくなきゃもう全然話になんねえから。よし、ちょっとお前シャリ握ってみろ。握れんだな。ちょっと変わられて取ってきます。シャリじゃねえよお前。シャリ握ってどうしようってんだてめえこの野郎。泥団子でも作んのか。違うだろうがお前。もういいよ、俺がやるから見とけよお前。こうやってやっつって、おっおっおっ、こんなもんだお前。軽く握るんだ、強く握っちゃダメなんだ。シャリってのはな。軽くですね。軽く。わかりました。ちょっと握ってみろ。よっお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 っ。握りっぺじゃねえよお前。せえだよおめえ。軽くにやりますよ。軽くやったってなんだてめえ。匂い軽くしました。匂い軽くってわけだろ。言ってんじゃねえよお前は。寿司を握れっつってんだよお前。まずお稲荷さん握ってみろ。はい。おっ、何やってんだてめえ。誰のお稲荷さん握ってんだてめえ。え、ちっちゃかったやがわしやこれ。二人前あるねそんなもんは。二人前お前やがわしやお前。余計なこと言ってんじゃねえよお前。お稲荷さんを握れっつってんだろ。俺はね、お稲荷なんか握りたくないんですよ。なんだと。やっぱね、主役の魚さばきたいんですよ。おお、言うじゃねえかお前。口だけは一丁前だな。おい、じゃあそこの魚さばいてみろお前。いやー、ぬるぬるしてる。女子か。あー、ちょっと動いた。女子かっつってんの。水仕事で手が荒れちゃう。女子かってお前。やる気あんのかな。早くさばけやそれ。俺はね、こんな魚さばきたくないんですよ。なんだと。やっぱ旬のネタさばきたいんですよ。旬のネタ、マグロなんだ。マグロな。マグロは切れません。なんでだよ。拙者の刀は人を切るためにある。侍か。人の体ではなく心を切るんだ。侍か。死ね。侍か。ダメねえなてめえ。殺す気か。何なりか。殺す気かお前。何言ってんだお前。今言ったじゃん。俺はこのために殺す気かって言わなきゃいけねえんだお前や。あきゃあかんでも言ってんじゃろ。もう全然ダメだお前。お前なんか寿司に行ってもお前話になんねえから。まずな、接客から覚える、接客。はい。お客さんあってのもんだから、我々はな。はい、よし。じゃあな、寿司握るときはな、変を待ち。これが一番大事だからな。なるほど。ここをポイントバシッて言うと。わかりました。はい。俺客やるから、ちょっとお前やってみろ。はい。うん、よいしょい。じゃあね、大将、アジ握って。はい。変、ハマチ。お待ちだよ、お前。アジ握ってて、ハマチでややこしいだろうが、お前、これ。お前なんか握るの、話になんねえ、お前。もうダメだ。出前行ってこい、お前。出前、まだ出前しかできねえんだ、お前は。はい。急いでこいよお前。はい。タクシー使うなよ。なんやろあいつ。想像以上に何もできねえなあいつだけはよったく。はあ、さあ行ってきました。随分早いな今度は。なんかお前に怒ったら腹減ってきたな。飯でもしようか。いや俺はいいっす。お前出前食ったろ。はい。クビだ。どうも、ダンデです。よろしくお願いします。いやー、もう今日もいっぱいで、いいじゃないですか。ねえ、ね、もうありがたいですね。はい。もう僕らも頑張っていかなきゃいけないですよ。ね、もうバッターですからね。はい。いいですね。はい。盛り上がっていきましょうね。盛り上がっていきましょうね、本当にね。いいじゃないですか。
か。まあね、でもね、あれですよ、最近ね、まあいつの時代もこう物騒なこととかが多くて、まあね、怖いこと、怖いこととか多いじゃないですか。僕ね、僕もね、あの怖いことがあってね。あ、なんか怖いことあったんですか。僕あの腰痛がね怖いんですよね。腰痛が怖い。はい。またじいさんみたいなこと言いますね。いや、腰痛はね、あのあれですよ、一言じゃないんですよ、これ皆さんもね。日本人の8割が腰痛持ちですから。今ね、皆さんあの若いですからいいですけど、もうね、普通の私生活でね、もうひょっとしたところ、ちょっとしたところにね、ひょっとしたところ、ひょっとしたところにね、あの落とし穴ありますからね。なるほどね。腰痛の引き金になるね。生活しててもね、いろいろありますから。ありますよ。例えば重たいもの持つ瞬間とかね。これ一番多いですよ。グキッとかね、腰痛めたりとか。一番痛めたり。あとあの急に立ち上がった時とかね。これなんかね、グキッと言っちゃいますよ。あと食事中とかね。こういう時もね、ご飯食べててポロン落としてね、箸を拾う時にグキッといくね。行かないんだそこは。全然行かねえんだ。ごちそうグキッ。そこで行くんだ、ね、これぐらいで行くんだ、うん、あとあの友達にね、呼びかけられて振り返る時ね、それぐらいでなりますか。何、いや、そりゃなるわ、そんなもん、ね、そんな振り返したらなるわ、そんなもん、まあ、こうでいいじゃないか、こうで。あとね、あ、こうね、こうでいいじゃないか、こうでいいじゃないか、いや、どうでもいいじゃないか、こう振り向いたぐらいで、ね、ある、まあ、あと腰、後ろから腰を人差しとかね。腰痛関係ねえじゃねえか、全然。ブス、いや、ブスじゃねえよ、そんなもん、お前。ダメだこりゃ。なんじゃこりゃだろ、それ。ダメ、長介になってんじゃない、それじゃ。優作で言って、そこは。どっちでもいいけどね。それ怖いじゃないですか。怖いですからね。まあ、怖いもの知らずか。怖いもの知らずかっていうか、いや、怖いですよ、怖いものは。怖いものある？いや、ありますよ、いろいろ。何怖いですか。なんすかね、まあまあ幽霊とかね。あ、幽霊とか怖いですか。怖いですよね、皆さんやっぱり。全然怖くないですよ、僕信じないですからね。なんで怖くないの。全然怖くないんだよ。信じてないの。信じてない。人間の魂とか、うん、信じてないの。人間の魂がね、物に宿ったとかね。いや、そんな信じないですよ、僕は。信じない。うん、バカだね。お前信じてんの。ありますよ、絶対。例えばね、山のてっぺんとか行くでしょ、うんうん、でっかい岩があるんですよ。岩ありますよ。で、岩をよーく見てみると、目、鼻、口がついている人間の顔のような岩。ああ、それありますね。あれ魂が入ってる、うん、あとあるのがね、あの岩のような顔の人間。これ丸勝ちじゃねえか、ただのそれはよ。今日もね、ゴロ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 、ね、いないいない、今日は岩場かなと思いました。そんなことはね、それは生まれつき、そういう顔。それは生まれつきだからしょうがないですよね。あとあるのは心霊写真ですよ。心霊写真ありますね。ね、お寺の前で記念撮影で走って撮って現像して見てみたら、後ろの方、後ろに首のない男が立って、それ生まれつきじゃねえ。どんな生まれつきだ。生まれつきだ。生まれつき首がねえやつがいるか。そんなお前、高校の時田中実ってやつ首ないんだよ、お前。先生、先生、首が短いんだ。先生、体育休んでいいって。太ってるから。すごいデブなんですよ。首とかなくてね、もう太もも太すぎて股ずれって起こしちゃって、この股ずれで火がつくって噂になったんですよ。ヤンキーたちが集まってきて、お前本当に作るかつけてみろって。うわ、ついたべーって。みんなでわっしょいわっしょい。わかんねえよ。なんで胴上げするんだよ。ついたからです。めでてえ話になってんじゃねえか。めでてえじゃねえか、お前。ついたんだぞ、お前。知らねえよ。人がね、せっかく怖い話しようと思ってお前全然怖くないもん、だって本当普通にね、話しててね、お前の話し方が下手で。何が怖い話の話し方が。お前できんの。俺はね、うまいよ、本当怖い話。じゃあお前やれや。じゃあ行きますよ。あのね、これね、すっごい怖いんですけどね、あのこれ今からする話はね、本当にあった話じゃないんだけど。じゃあダメじゃねえかよ、お前。先に嘘ですよって言って。バカ言うなもん。言っちゃ、すげえ怖い。いやいや、それは言っちゃダメだろ。自信あるので。本当にあった怖い話って言わなきゃ、これは。本当にあった怖い話。そうですよ。じゃあ、それ本当にあった怖い話。それやりますね。あのね、あるカップルがいたんですね。でね、女の子にね、子供ができちゃって、で男がね、窓出てこって殺しでね、お前すいません、聞こえねえんだよ、お前よ。腹立ってくるんだ、聞いてって。お前の中では雰囲気出そうとしてんのかもしれないけど。何やってんだよ、分かんないから。そこは張って、もうちょっと雰囲気は分かった。分かった。怖い雰囲気は伝わった。怖くしよう、怖くしようと思ってやりすぎ。あ、そっか、分かった、うん、もうちょっと。あのね、あるカップルがいてね、で、女の子に子供ができて、男の人がまずいと思って殺したんですよ、その女の人はね。でね、その死体をね、大きな木の下に埋めたんですよ。で、何年か経ってね、男の人が偶然その木の前、夜中に取りかかったら、夜中なのにちっちゃい男の子が一人ぼっちで泣いてるんですよ。あれおかしいな、なんでこんな夜遅くにね、男の子一人ぼっちなんだろうと思って、僕どうしたのって聞いたら、うんうんうん、泣いて答えないんですよね。で、お母さんはって聞いたら、お母さんはね、いないのって言うんですよ。じゃあお父さんはって聞いたら、お父さんはね、お父さんはね、お父さんはね、 You、 いや、英語で言うな。お前だったらもういいわ。あれ、このデパート初めて来たけど結構広いんだな。完全迷っちゃったな。あ、インフォメーションがある。すいません、あのちょっとお聞きしたいんですけど、090の23、携帯番号じゃねえ。なんでナンバー見てになっちゃってんだよ。
簡単に押しすぎでしょあんたも。ほいで、いやいや場所を聞きたいんですけど。それでしたらそこの大通りをまっすぐ行って右に曲がるとお寺です。誰が坊さんだよ。いやお寺行きたいわけじゃないんですよ。売り場をねちょっと教えてほしいんですけど、ちょっといろいろなんか買わなきゃいけないんでね。あの家財道具なんちょっと人の話聞いてんすか。知らないおじさんと喋るなって言われてる。子供か。誰がおじさんだよ。売り場を教えてよ。ちょっとバリカンコーナー地下1階です。バリカンなんか言ってねえだろうねよ。何見た目で判断してんだよ。違う、ギフト売り、ギフト売り場、ギフト売り場知ってます。ギフト売り場、はいはい。あお気遣いなく。お前にじゃねえよ別に。なんであんたに買ってやんねえいけない。じゃあ引っ越してね、いろいろご近所に配んなきゃいけないんですよ。だからそのギフトをね、いろいろちょっと買おうかな。それでしたら各売り場おかけしますので、まとめていってください。ほんと、それ助かる、はい。ちょっとね、いろいろ買わなきゃいけないんですよ、はい。あのベッドってどこに売ってます。セクハラですよ、いきなりベッドに誘うなんて。誘ってねえよ別に。買いたいのベッド。ベッドですか、はい。あとね、他はあの家電はどこに売ってますかね。あそれでしたら一旦外に出ていただいて、向かいがビッグカメラとなっております。他の店教えないよ。他の店教えてどうすんだよ。何やって。他はあと、あおもちゃ売り場って何階ですか。子供用ですか大人用ですか。子供用に決まってんだろ。何言ってんだお前。子供用、はい。何だお前。他はあとね、あスーツ欲しいんだ、あの紳士服売り場ってどこですか。あそれでしたらきび団子くれたらお供します。桃太郎か。私の背中に乗ってください。浦島太郎か。その前に熊と相撲を取りましょう。金太郎勝つんだよ。何言ってんだこいつ。あらなお前。妻は博多真由子です。は博士太郎か。何がてめえ何客の頭叩いてんだこの野郎。お前ふざけんじゃねえぞお前。責任者やべってめえこの野郎お前。言ってえな。そんなことしたらちょっとトイレ行きたくなったわ。ちょっとトイレ教えて。どこ。あ、大ですか小ですか。なんでそんなこと意地聞かなきゃいけねえんだよお前。もしかして中。なんだ中ってよお前。トイレって中ってなんだそれ。教えろよ早く。 あちらになってもらって。あ、向こう、はい、うわやばい財布落としちゃったんですけど。え、あ、お財布売り場7階です。いやそういうことじゃねえよ。届け来てないですか。あ、お財布ですか。はい、こちらのお財布でしょうか。いやそれじゃないですね。じゃあこれですか。いやそれでもない。じゃあこれですか。マトリョーシカかお前。なんだ次々よ。これじゃない。これじゃないっすよ。あ、じゃあ届いてませんね。あと、はい、あの車のキーも一緒に落としちゃったんですけど届いてないですか。あ、そちら届いておりますよ。本当、はい、よかった。おめでとうございます。 MVP かなんだこれお前。こんなもんってあるかお前。もういいわ。一緒に来た友達に探してもらうから、ちょっと呼び出しかけてくれる。はい、かしこまりました。犬とキジと桃太郎さん、お友達がはぐれてる。誰が詐欺だよ。いい加減にしろ。あれ、あの今日から新しいアシスタントの子を組んだね。うん、まだ来てないの。あ、どうなってるの。すいません。すいません。えらいの来たなおい。君が新しいアシスタントってのは。本当にすいません。今日からアシスタントの鈴木です。よろしくお願いします。初回から遅刻ってどういうつもりだよそれ。少しでも先生のことを詳しく知ろうと思って、先生のうちに上がり込んでました。空き巣かお前。何してんだ勝手に上がり込んで。いや大丈夫です、大したものなかったんで。うるせえよお前。あるよいろいろ。何言ってんだ。もういいや。とりあえずじゃあ番組始めましょう。はい、本番いきます。5秒前4、3、2。こんにちは、3時間6分クッキング。長えよおめえよ。何時間やってんだお前。3分だ3分。3分クッキングです。はい。それで今日は何を。今日はね、カレーを作っていきますよ。え、私さっきカレー食べてきちゃった。知らねえよおめえの事情。なんでお前に合わせなきゃいけねえんだ俺は。食べたんじゃなくて飲んできたんだ。デブかお前。デブの発想じゃねえか、カレーが飲み物なんて。カレーいきますよ、はい、美味しいカレー作りますからね、はい、やっぱりカレーはね、大人から子供までみんな大好きですからね、うん、2ヶ月前に別れた彼も大好物でした。さあそれじゃあね、材料の確認しましょう、はい、まずはこれ北海道産のジャガイモでございますね。彼も北海道出身だったんです。さあそしてですね、こちら人参でございますね。彼は人参嫌いだった。うるせんだよおめえ。何失恋話につなげてんだいちいち。この野郎。大丈夫です私立ち直りました、ね、いや別に励ましてねえよ俺別に、はい、忘れろそれは。今仕事に集中してくれよ、じゃあ材料確認もう一回しますよ、はい、ね、これが玉ねぎですね、はい、はい、でじゃがいもですね、はい、こちらの大きなじゃがいも。誰がじゃがいもだとね。何してんだこの野郎お前は、はい、こういったものを入れていきますからね、はい、そしてチョコレートも用意しました、はい、はい、チョコレートは隠し味に非常にいいですからね。え、合間にかじるんです。完食かお前。何チョコかじりながら番組やってんだこの野郎。入れるんだよ隠し味で、はい、じゃあ早速ね作っていきたいと思いますよ、はい、それでは先生下準備の方お願いします、はい、はい、まずはですねこの人参をさいの目に切ってってくださいね。ちょうど奥歯ぐらいの大きさですね、そしてねこの玉ねぎ、玉ねぎの皮を剥いてってくださいね。足の裏の皮を剥くように、はい、そしてこのチーズを粉状に削って頭のふけぐらいで、ね、汚ねえんだよおめえ。下手くそか例え。食いたくないわそんなもの、
なんだお前は、ちゃんとやりなさいよ。あの細かく刻んだ野菜を鍋に入れて火をかけますね。はい、はい、そしてですね、あらかじめ炒めといたお肉をですね、鍋に入れたいと思います。お肉を出してください。はいはい、こちらをですね。あれ、お肉が減ってんな。何ですかね。おめえ食ったろこの野郎。お前何食ってんだ材料。毒味です。毒味じゃねえよお前。何やってんだお前。食うんじゃないよもう。もういいや。はい、じゃあこれで、お鍋にお水を入れていきます。はい、さあここからでございますよ。ここで先生のマル秘レシピです。はい、はい、隠し味にですね、はい、醤油を少々。醤油ですね。はい、はい、そしてすった生姜を少々。はい、こちら生姜。はい、はい、そして最後に日本酒を。はい、飲んでんじゃねえよお前。分かりやすい、分かりやすいな。おい、分かりやすい酔っ払いかお前。これアップじゃねえよお前この野郎。何飲んでんだおめえは。もういいや。でですね、ここでルーを入れます。ムーンにフィット。大芝かお前。なんでルー大芝やったんだ今。カレーのルー入れんだろうがよ。はい、カレーのルーを入れまして30分ほど煮込みます。はい、はい、こちらがですね30分煮込んだものになります。こちらですね。はい、そしてこちらが、お皿に盛ったものになります。そうですね。そしてこちらが、食べ終わったものです。はしょりすぎだよお前。いいんだよこんなことしなくてよ。煮込んだものだけでいいんだ。しまえよこんなものお前は。はい、すいません。はい、じゃあね、煮込みましたんで、はい、だいぶ良くなってきたから。じゃあ開けてみましょうか。開けてみましょうか。うわー、この続きは CM の後。バラエティーかお前。この後カレーに何かが起こる。バラエティーかってんだよ。続きはまた来週。バラエティーかってんだよ。こちらになります。どうぞ。おー、はぁはぁはぁ。なるほどね。いい部屋ですねこれは。いやいやいや、 ありがとうございます。全然いい部屋ですよこれは。お客様本日ご宿泊でよろしかったでしょうか。ご宿泊で頼むよ。一泊二日で。うん、一泊で。ありがとうございます。それ以降のご利用、ご延滞料金かかりますね。レンタルビデオか。ただお客様お疲れになったでしょう。あ、すいませんね。お風呂に吊るそれでもご飯。嫁か。何急に慣れ慣れしくなってんだよ。そんな風に言わなくても少し寂しかった。嫁かって。何急に嫁ずらしてんだよ。なんだ。私の命はね、あと40年なんですよ。余命か。余命40年って結構あるじゃないか。結構あるんですよ。あんな話をしてるんだ君は。まったく。いやいやいや、もういいよ。あ、お客様、さどうぞ。お茶とお菓子、どちらにされますか。ケチか。なんだこれ、どっちか一つってなんだ。二つで一つでしょうかこんなものは。あ、じゃあ二つ一つどうぞ。何言ってるんだよ、全く。はい、いやでもね、はいはい、私はね結構温泉なんかが大好きでね。ああ、そうなんですか。日本全国いろいろ回るんですよ。へえ。だからちょっと温泉にはうるさいですよ。ああ、そうですか。ここの温泉のあの効能はどうなってるんですか。あ、うちの温泉の効能はですね、肩こり、神経痛、リウマチに効くとか効かないとか。噂か。なんだ効くとか効かないとかってのは。いや、でもね、ここだけの話、うちの旅館にはね、総理大臣も泊まりに来たんだとか。噂かって。だからだとかじゃないよ、はっきりしなさいよ。でもあれでしょ、はい、ここの温泉なんか芸能人が結構来たりするんでしょ。え、本当ですか。噂か。噂か。それも本当に初耳ですよ。そうなの、はい、そういう風に聞いてたけどもね私は。あ、そうですか。まあでもね、はいはい、ちょっと温泉の話してたらちょっと入りたくなっちゃったら。あ、そうですか。行こうかな。温泉の方ただいま掘ってる途中なんで。見切り発車か。温泉湧いてみないのに何の旅館やっちゃってんだよ。いや、あの大浴場あるんですよ。あ、そういうこと。露天風呂の方だけちょっと今。あ、露天風呂ね、はい、あ、まあまあいや、じゃあ後で入りに行くからちょっと、はい、なんか楽な格好したいから。あ、浴衣かな。浴衣ね、はい、あの、うん、2着でよろしかったですね。いや、なんで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 。一人しかいないんだから1着でいいよ。いや、でも先ほどこの部屋に女性の方が入られるの見たんですけども、お連れ様じゃないんですか。は、髪の長い白い着物を着た女性が、振り返ると血まみれで。怖い話か。なんだ急に。お前だ。怖い話かね。なんだそれ、めちゃめちゃだな君は。めでたしめでたし。昔話か。昔話じゃないかそれは。いいから浴衣を出しなさいよ。浴衣の何種類かございますんでお選びください。あ、何種類かあるの。はい、おオレンジ、黄色、ピンク、水色、紫、黄色。焦点か。焦点じゃない全部。あと少し小さめなんですけども、あの赤っていうのもございます。山田くんかそれ。山田くんじゃない赤は。いいから浴衣を出しなさいよ。まったく山田くんかと。だからなんで座布団持ってきてんだよ。だ、山田くんかとか。なんで私の持ってくんだよ。何もしないだろうが私は。おい、いいよもう。お客様、お食事の方なんですが、おうおう、フィッシュオアビーフ。飛行機か。シートベルトをお締めください。いや、飛行機かっていうの。シートベルトなんかないよなんて。え、いや、そんな痛くない。こんな中にお医者様いらっしゃいますか。いや、飛行機かって。だからわししかいないよこの部屋は。何を言って。食事はもう8時にこの部屋で食べますよ。 お部屋でよろしいんですか。え、あのお食事の方、お部屋、宴会場、露天風呂。え、露天風呂でご飯食べれるの。いいえ。思わせぶりか。
なんで言うんだよ、じゃあ。和食、洋食、中華、イタリアン、フレンチ。イタリアン、フレンチも食えんの？いいえ。思わせぶりかって。言うなよ、じゃあ。あれ、三浦、俺ら中学校の時の鈴木。おー。久しぶりかよ。何がだよ。久しぶりじゃねえか。いや、お前がそういう風にやるからだろうが。あれが久しぶりだよ。いいよ、部屋で食べるよ、部屋で食べますか。わかりました。じゃあ、布団の方引いちゃいますね。あ、引いちゃって、はい、引いちゃって。いやー、でも今日ほんと疲れたからね。やっぱ疲れを取るにはね、温泉が一番だからね。ここら辺でバッと引いちゃってね。はい、わかりました。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ね、バッと引いちゃって。よいしょ。だ、ごゆっくり。夏か！なんだこのタオルケット一枚って。風邪ひくだろうが、こんなもんは。すいませんね。考えなさいよ、あったく。キャンプかってだから、なんで寝袋で寝なきゃいけないんだ、俺が。じゃあ、外にハンモックかけときますね。南国か？な、揺られて寝るのか。じゃあ、外に力士二人戦わせますね。両国か？南国と両国しかやってない。聞きなさいよ、ちゃんとしたやつを。はい、すいません。何を言ってんだ、いや。はい、すいませんね。そういうの、引きなさいよって言ったらね。引いて、引いてね。そう。お前、痛え！お前、痛え！ずるいぞ、お前、痛え！痛えって、お前、ずるい！お前、俺、ま、修学旅行か！ほんとだ、やめろ、痛いな、やめろ、お前、ギブ、修学旅行か、修学旅行か、おい、なんで俺が叩かれなきゃいけないんだ、この野郎。めちゃめちゃだな、お前。もういいよ、もう布団引いたから、お前、もう出てってくれ、はい、もう。ちょっとゆっくりするから。もうゆっくり。あ、うん、あと言い忘れてたんですけれども。何よ。実はこの部屋、出るんです。出るってまさか。はい。痴漢が。電車か？あと、熊も。屋外か？私の熊。北極か？あと、オーロラ。南極か？そこしかやってねえじゃねえか、この野郎。上を向う、名曲か。知らねえよ。お前が歌ってんじゃねえか、俺歌ってねえじゃねえか、お前。メロディーは僕が作りました。作曲か。知らねえ！てめえだから手間のパンパン叩き上がって！冗談じゃねえぞ、この野郎！責任者だぞ、責任者！クレームの方は旅館の従業員に言ってください。お前誰だよ！達成いたしました、タカ&トシのお二人です。最近この辺りじゃ空き巣が増えてるらしいからな、怪しいのを見つけたらどんどん捕まえるぞ。わかりやすい、わかりやすい。嘘、実際にいたんだこのタイプ。嘘だ。でキョロキョロしてるけど全然俺に気づいてねえし、何これ。おい、ちょっと君止まりなさい。もっと強くお願いします。はぁ、もっと強く言ってください。おい止まれ、もっと止まらんと撃つぞ。もっと止まれ、もっと撃つぞ。あー、撃ってください。M かよ、なんだ気持ち悪いな、なんなんだよ。止まれったらすぐ止まりなさいよ。じゃあこれ、いや、じゃあじゃないよ、何やってんだよ。止まれっつってんだろうが。何をやってんだ。最近はね、ここら辺で空き巣が増えてるんだよ。まさかお前、私のどこが空き巣なんですか。空き巣だろ、どう見たって。逆に空き巣以外何に見えんだって話じゃねえか、これ。ええじゃねえよ。じゃあ聞くけども、なんだこの格好、答えなさい、答えなさい。23番泥棒。仮装大賞か。なんだそのごまかし方。だいたいなんだその口の周りのヒゲ、お前典型的な泥棒ヒゲだろうが。これは罰ゲームで書かれたんですよ。羽つきか、ずいぶん正月遅えな、おめえよ。本当は何なんだ。本当はサンタクロースです。もっと遅えじゃねえか、ずいぶん前の話じゃねえか、そんなもん。いや、慌てん坊なんです。いや、もう今年の分決まんの。はい。どんだけ慌ててんだよ、お前は。よくこんな格好でお前泥棒じゃないなんて言えんな。本当に違うんですよ。そんなことお前警察に通用すると思ってんのか。警察、いや、気づいてなかった。誰だと思ったんだよ、この格好見て。ああ、じゃないよ。もういいよ。ちょっとね、身元確認するから、名前教えて、名前は。ネーム。年齢は。オールド。仕事は。ビジネス。家族は。ファミリー。英語聞いてねえよ、お前。なんで俺がお前に英語聞かなきゃいけないんだよ。年齢は。いくつに見えます。合コンか、お前。めんどくせんだよ。なんで俺が当てなきゃいけないんだ。いくつだ。29です。29ね。嘘です、37です。なんでサバ読んだんだよ、お前。20代の方が受けがいいかなと思って。合コンかっつってんだよ。王様ゲーム。合コンかっつってんだよ。なんでお前と王様ゲームやんなきゃいけねえんだ。ノリ悪い。合コンかっつってんだよ。あんたノリって。あんたお前おかしなやつだな。ちょっとパトカー来い。お持ち帰り？なんでお持ち帰りだよ。
しねえよ、持ち帰りなんか気持ち悪いな。あんなんだ。だいたいよ、お前こんな時間にこんな格好でお前、どこ行ってたんだ。家から出てきたとこです。じゃあこれからどこ行くんだ。自分家に帰るんだ。もう泥棒じゃねえか、そんなもん。ただの泥棒だろ、お前。こんなでっかい風呂敷。ちょっと中身見せてみろ。やめてください。いいから。やめてください。いいから。やめてください。泥棒！お前じゃねえか、そんなもん。誰が泥棒だよ、お前。なんだ、そんな見られたくねえな。だったら自分で言え。その中身何入ってんだ。夢です。かっこよくねえよ、全然。何かっこつけちゃってんだ、お前。ああ、もう裏ちゃん、やめてください、お前。いいから。僕の夢を奪う権利、あなた何ですか。何が夢だ、僕の権利。いいから。なんだこれ。燃えないゴミですか、ね、うるせえよ。どこがゴミだこれの。お前が盗んだんだろうが。よし、証拠出てきたな。よし、連行だ。いや、連行なんか無理だよ。言ってねえよ、そんなこと。連行だって言ってんだよ。連行だったら天ぷらで。連行じゃねえよ、うるせえな。連行だって来い、お前やろ。なんだ急にお前は。何がおかしいんだ。お前に、いや、貴様に私を逮捕することはできない。なんだと。国家権力って知ってますか。お前ら、いや、貴様ら現場の人間がどうあがいたって私を逮捕することはできないんだ。なぜなら私の父はまさか警察庁の日本のトップに君臨する泥棒だからだ。家族ぐるみじゃないか。パパ、ね、いやもう派手な演出で、派手ですね。最後ですからもう優勝しましょう。この勢いで、頑張ってやっていきましょうよ。取っちゃいます、いや、はい、本当に頑張っていかないといけないですよ、もう頑張っていきましょうよ、本当に、緊張しますね、やっぱり。いや緊張しますよ、もうやっぱり M1 の決勝ですからね。そりゃそうですよ。尋常じゃないよ、緊張が。あ、そう。もう昨日からずっと緊張しましたから。あ、そう。もう飯も全然食えないぐらい。大丈夫なの、お腹空かないの。全然空かない、緊張しすぎちゃって。はぁ、もう大変。それぐらい緊張する。それぐらいやっぱ気合入ってますよ。やっていかないといけないですよ、本当に。優勝したいですから ね。まあでもこうやって僕らもね、はい、漫才やらさせていただいてますけ ますけども、これからいろんな仕事やっていきたいね。やっていきたい、挑戦していきたいですよ。あのドラマなんかいいじゃないですか。あ、ドラマ出てみたいわ。ねえ、特に学園ドラマ憧れますよ、学園ドラマ。昔からヒット作が多いからね。そうですね、あの古くあの武田鉄矢さんの代表作、カンパチ先生、金八先生だよ、それは。金八 ね。あとあのちょっと前ですが、反町隆史さんが鬼塚先生やってた。あ、 BBQ、 あ、バーベキューじゃねえかそれ。GTO、 ごついツナおにぎり。おにぎりじゃねえよ、おめえは。腹減ってんじゃねえか、お前、やっぱり。え、なんださっきから。いや、たまたまですよ、それは。たまたま、お前。で、あの、最近ヒットしたといえばね、あの、佐藤隆太さんが野球部の監督やってた。あ、シェイキーズ。ルーキーズ。腹減ってんだろ、お前、やっぱり。なんださっきから食い物ボケばっか。腹減ってない。大丈夫か。あと、一番最近ヒットしたとは、仲間由紀恵主演のね。ラーメン。めちゃくちゃじゃねえかよ、お前。ラーメン極戦全然合ってねえわ、お前。そんな腹減ってたら飯食ってこい。ちょっと。いや、行かなくていいよ、バカ。漫才中に飯食いに行くやついるか、お前。イルカって食べれるの。いや、イルカの話はしてねえよ。いないですよって言ってんの。ああ、そういうことね。集中して。いや、もう集中していきますよ、もう最後ですからね。ドラマですよ、ドラマ。ドラマ出てみたいですよ、やっぱり。やっぱあの、熱血先生がね、あの生徒バシッて怒るとこ、あれいいよね。かっこいいよね。あれいいよね。お前ら、恥ずかしくねえのか。一人をみんなでいじめて、なんとか言ってみろ。なんとか言ってくれよ、先生よ。生徒役かよ、お前。無理だろ、30過ぎて生徒役は。いけるだろ、まだ。いや、無理だよ。小6役だよ。いや、もっと無理だよ、小学生なんて。いけるよ、俺だって普段いつも小学生と遊んでんだ。危ねえんだよ、お前。俺結構ワンパクだよ。何してんだ、女子の髪とか平気で引っ張るから、ね。危ねえ、エッセンだ。ダークも平気でめくるしね。危ねえ、エッセンだ。水溜まりとかとりあえず入るからね。何してんだ、お前。転んでも泣かないよ。いや、当たり前じゃねえか。自転車の補助輪肩を外して乗ってるから、ね。いや、近所の危ねえ親じゃねえか、お前。危ない親父だよ。危ない、親父だよって言ったんじゃねえか。およよよって言ったんだ。およよよじゃないよ、お前。先生役をやって。なるほどね。お前ら、席つけ。聞こえねえのか？席につけ。席につけって言ってるんだ！バン！いや、ちっちゃいな、お前、おい。教団ギリギリ。ちっちゃいよ、先生。ちびっこ先生。ちっちゃい。何をしてんだ、お前。誰がそんなちっちゃい先生やるって言ったよ、お前。もっとでかくしろ、お前は。はい、座ってー。でかすぎるだろ、今度お前。生徒をつまむんじゃないよ、お前はよ。席ついてねー。席ついてね。何してんだよ、お前は。ちょっと席、チェックメイト。チェックメイト、なんで生徒でチェスやってんだ、お前。生徒でチェスやってる、ちょっと西田敏行認識してんじゃないよ、お前は。じゃないよ、お前。普通でいいんだ、でかさは、お前。お前ら、恥ずかしくないのか？お尻にバナナなんか挟んで。どんな状況だよ、お前。
見たことあんのか、学園ドラマでケツにバナナ挟んでんの、お前。俺あんまドラマ見てないんだよ。はぁ、あ、ドラマ見てないからよくわかんねえんだな、まあ、あるですよ、いろいろあるですよ。あるです。何よ、あるです。いいシーンなんか学園ドラマ宝庫ですよ。何、一番感動するのはやっぱあれですよ、卒業式。あ、最終回ね。そうですよ、先生がね、生徒一人一人に言葉を投げかけていく。生徒も本気で泣くからね、あれ。そう、先生も泣きながらも、どっちも泣きながら、アドリブとか入ってくるらしいですから。あれは感動のシーンです。確かに感動する、あそこいいよね。青木、お前は3年間よく一日も休まず来てくれたな、ありがとう。青田、泣きすぎだよお前。おい、いや泣きすぎなんだよお前。なんで森進一になってんだお前は。いや、いつきもいらねえよお前。5点ぐらいのモノマネですよ、あなた。よくやりますね。やらなくていいっすね。似てるでしょ。全然似てねえし。いや、泣きすぎ、先生が泣きすぎると見てる方引くから、逆に。あ、そっか。そこは涙をこらえながらこう言うみたいなとこがいいね。赤山、先生知ってます。お前が教室の花に毎日水をあげてくれたこと、ありがとうな。あ、そういうのですよ、感動する。赤塚、先生知ってます。お前が3年間ひどいいじめを受けてきたこと。じゃあ助けてやれよお前。何が知ってます。先生ずっと見てましたよ。似てねえで助けろお前。佐藤美穂、先生知ってます。お前は毎日一生懸命勉強してました。トイレの時もお風呂の時も先生見てました。ストーカーじゃねえか。みんなそんなとこ。ナオミ、先生知ってます。お前がプール授業休んだ理由。言わなくていいよそんなの。デリケートな問題だぞ。言うなお前。山田、山田ってなんだよ。山田でいいだろ。先生知ってます。よく校庭に迷い込んでくる犬の名前。なんで知ってんだそんなもん。愛犬のジャクソンです。お前の犬かい。繋いどけ。そこのやつ、そこのやつで名前言えよ。先生知ってます。お前の名前。じゃあ呼んでやるよ。言いたくありません。なんでだよ。かわいそうだろあいつが。中島、先生は昔お前のお父さんと一人の女を奪い合いました。なんで今言ったんだそんなこと。気まずいわ。中野美香、第一印象から決めてました。メルトンかお前。佐々木、危険ですので白線までお下がりください。駅のホームでやってんのかこれ。井上、加藤、後藤、まとめんだよそこ。桜井、坂崎、高見沢、アルフィーか、カズ、ラモス、武田、メルディ、全盛期、志村、後ろ、ドリフか、宮崎、土幻化戦隊か、東国丸じゃねえか、ダンカーン、武士じゃねえか、ラッキョ、誰がラッキョだよ。コンペーです。うるせーな。なんだお前、後半なんだコンペーですって。全然めちゃくちゃじゃねえかお前。ちゃんと卒業式やれよお前は。山下、お前は毎日ランニングでおにぎりばっか食べて。裸の大将じゃねえかお前。架空の生き物を。姫かぐや、やってたわ。稲葉、100人乗っても大丈夫か。物置かお前。じゃあお前やれや。40人、アコーロースかもらい飯やった。天島、いやそれラップのやつじゃねえかそれ。駅前のお寿司屋さん行こう。いやそれバカな風じゃろさっきの。ダイナマ太郎、それもラップのやつだっつんだよ。お前はよく頑張ったからご褒美です。はい、黒ずきんちゃんです。グリルのお前が取ったんかい。お前が取った。何してんだよこれ。中原、おじいちゃん亡くなって残念です。あ、これ GG バンバン、ガスな、消せ。稲川、怖い話してくれ。もういいよ怖い話。稲川ズボン、お前出てこなくていい、出てこなくていい、出てこなくていい、戻りなさいよ。どんだけ怖い話したいんだよ。ごめんよ。何してんだてめえ、ちゃんとやれよ卒業式。三浦俊和、はい。お前は3年間このクラスの担任として。俺担任、お前何なんだよ。コンペでいい加減にしろ。どうもありがとうございました。はい、ということでね、勝手に今、本当ですよ、決勝でございますよ、決勝ということでね、もう頑張っ て、頑張っていきましょう、張り切って。そうですね、まあでもね、僕らもいい年でございますから。いい年ですよね。子供なんか欲しいなあ。子供最近見たらもう可愛くてしょうがない ね双子可愛いよね。あ、双子可愛い。ザタッチとかオスピーさんとかね。そう言われると考えちゃうじゃねえかお前。あ、そうだと俺三つ子がいいよお前。あ、三つ子、俺600坪欲しい。買えるかお前。おたまジャクシか。何がだよ、手と足入ってきてんの。一番気持ち悪い時期じゃねえかそれで。お前一番気持ち悪い。やめてくれよそんなの。俺はでもね、一人でいいと思ってる。あ、一人でいい。だってさ、あの、アンさんだったらいいけどさ、ナンさんだったら体力的に俺持たねえと思うんだよ。埋めねえよ。じゃあおかかで。いや、おにぎりかお前は。誰が埋めねえよって言ったんだよお前。埋むことできないよって言ったんだよ。おかしいだろ会話の流れとしてお前は。何を言ってんの。あ、そう。とにかく子供欲しいですよ。僕はね、最初に女の子で、うん、次が男の子、うん、よく言うじゃないですか、一姫二太郎三ナスビ初夢か。ナスビいらねえんだよそれ。俺はでも一人で十分だね。あ、そう。男の子が欲しい。おで、その子が大きくなって女になってほしい。特殊かお前。
大変だぞ、そうなったら説明いろいろ親戚とかにしないと。それは俺回るよ、それは。あ、そう、うん、まあまあね。あと、あの、名前なんか決めるの大変だよ、ね。名前、俺も決めてるけどね。決めてんの？うん、男だったら、毒マムシ。特殊か、お前。三大湯にしとけ、せめてよ、お前。女だったら、イボンヌ。特殊かって、だから、イボンヌってどんな字書くんだよ。胃袋の胃って書いて、うん、イボンヌ。特殊か、お前。読めるか、そんな当て字。読めなくねえだろうが、お前は。いや、でもいいですよ。でも赤ちゃんは可愛いからね。可愛いですよね。ほっぺがプニプニですから、ね。そう、あのプニプニをギューって泣かしたくなる。特殊か、お前は。泣かそうとするんじゃないよ、お前、ね。あと赤ちゃんの足の裏をこちょこちょってると赤ちゃんがふーって笑うんですよ、ね。泣かしたいね。特殊かって、だからお前。泣かすんじゃねえよ。あと赤ちゃんの手の中に指をキュッて入れると、キュッて握るんですよ。あー、泣かしたい。特殊か、お前はよ。ちっちゃい手で握るのが可愛らしいでしょ。俺だって握れるよ。いや、当たり前だろ、そんなもん。何を対抗してんだ赤ちゃんに、お前は。俺だって握れるよ、ギュッと。 みんな握れるわ、そんなもん、お前は。俺もっと赤ちゃんだからね。みんなそうだよ、それは。まだまだ若い赤ちゃんに負けないよ、俺は。負けだよ、お前の。何なんだよ、可愛いでしょ、赤ちゃん。可愛いよ。だけど初めて喋ったりしたら感動するんだろうね。可愛いだろう ね。はい、パーパ言ってごらん。パーパパーパ。水砂漠か、お前。どこで教えてんだ、俺よ。部屋の中で教えてるわ、ちゃんと。はい、パーパ言ってごらん。パーパパパパパ喋っちゃったよ、お前。はっきりしゃ、いや、サンダーバードじゃねえか、それじゃよ。いや、動かなくていいよ、お前。こんな気持ち悪い赤ちゃん嫌だろうがよ、おい。しかも清水明バージョンってなんだよ、それ。いまいちわかんねえよ、それ。もういいんだよ、やる、ノリノリでやんなくていいんだよ。パパじゃねえよ。普通の赤ちゃんやれよ、お前は。はい、パパだよ、パパパ言うな、パってくれ、パパパパパ、そうそうそう、パパパーフェクト。お前だよ。いきなりパーフェクトじゃねえか、発音まで。女赤ちゃん嫌だわ、お前。何を言ってんですか。とにかく子育て大変だろうけどね。大変だろうけど、ちっちゃい頃はいいけどね、大きくなってきたら大変ですよ。いや、そりゃそうです。思春期なんか迎えたら女の子は大変だよ。親父は心配しちゃうから、ね、そうですよね。男なんかと付き合いだして色気づいて、色気づいてくるんですよ。大変ですよ。おい、化粧濃すぎるだろう。うるさいわね、ほっときなさいよ。高校生が化粧なんて早いんだよ。みんなしてるわよ、そんなの。だからってお前、自分の息子は化粧してると思ったら。特殊か、俺。息子かい。え、女の子、女子高生。え、女子高生です。特殊か、お前。何がだよ。こんな女子高生いるか、お前。坊主頭でお前セーラー服着て女子高生ですって。いやいや、これは漫才。気持ちが悪いよ、お前。設定だからしょうがねえだろ。リアリティがない、お前。女子高生、俺が女子高生やで。お前だって短いじゃねえかよ、お前。橋田須賀子見て頭しゃがってるんだもん。じゃあ俺橋田須賀子やるから、お前えなり君。なんで渡る席にえなり君いないんだよ。だってしょうがないじゃないか。お前がえなり君やっちゃってんじゃねえか。10点のモノマネでよくできんな、そんなもん。え、そんなんじゃないんですよ。まあ、女の子大変だけどね。心配ですけども ね。そうなん、男の子も大変ですよ。反抗期とか来たら口悪くなるんですよ。そりゃそうですよ ね。おい、ババ、小遣い値上げしろ。なんて口聞くの、42にもなって。特殊か、俺。なんで42で小遣いせびてんだ、お前は。15、6だよ。なんなの、年数、そのだらしない制服の着こなし。うるせえな。ズボン下げすぎじゃない。恥ずかしくないの、ティーバッグ丸見え。特殊か、俺、お前。なんでティーバッグ履いてんだ。これ母さんのティーバッグじゃない。特殊か、お前も。ほら、やっぱりうんこがついてる。いや、汚いな、お前。なんでうんこついてんだ、お前はよ。そんなんじゃないんですよ。とにかく暴れ出すんですよ。そう暴れ出したらもう母さんじゃ手に負えない。手に負えなくなりますからね。そうなって親父が出てくるんですよ。親父が出てくるんですよ。クソババア、何部屋勝手に掃除してんだよ。おい、母さんに向かってなんて口の利き方だ。そうよ、年数、謝りなさい。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。なんだその口の利き方。うるせえんだよ。年数、謝って。なんで俺が謝んなきゃいけねえんだよ。冗談じゃねえや。なんて口聞くんだ、年数。うるせえな、俺がなんで謝んなきゃ、関係ねえだろうがよ。母さん、大丈夫か。大丈夫だけど、でもややこしいわ、なんか。何役やってんだ、俺これ。ぐる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 役変えんなよ、お前。一個にまとめとけや。おじいちゃん黙ってて。あ、そうか。誰がじいさんだよ。じいさんやってねえよ、お前。戦争の厳しさ。いや、さっきのじいさんはいいんだよ。何回出てくんだ、あのじじい。あんな悪いじじい。いいんだよ、とにかくそういう暴れ出すんですけどね、うん、暴れ出すんですよ。他にもね、やっぱり最近多いのはね、うん、引きこもりですよね。ああ、引きこもりはね、大変らしいですよ。部屋から出てこない。どうする、自分の子供が引きこもったりしたら、お前。いや、それはね、俺はすぐ引っ張り出す自信ありますよ。自信ある。じゃあちょっとやってみようか。ちょっとやってみようや。どんどん、おい、出てこい。やだ、ね、何やってんだ。出てきなさい。違う、やっと出てきたな。いや、違う、話聞いてた。いや、話の中で何やってたんだ、部屋で。いや、何やってたんじゃなくて、こもりっぱなしで。いや、違う、俺が親父でお前が息子やってっていう話だよね。何、意味わかんない。いや、意味わかんないじゃなくて、父さんは俺だろ。違う、一回頭おかしくなったのか。いや、頭じゃ。母さん、病院に行け。話を。親父に向かって電話したな。いや、親父だよ。違う、一回待て。一回役から出てこい、お前。一回出てこい。話になんねえから。どうして出てこいっつうの。お前、役。マザー。いや、もういいんだよ。役に引きこもれって言ってねえだろ、俺、別に。いや、出てきてんじゃないよ、お前、すって。役に引きこもるんじゃないんですか。違うよ。
俺が親父でお前が子供を引きこもりという。なるほどね。それを引っ張り出すから。あ、でも大変らしいよ。引きこもったらなかなか出てこないから。大丈夫、俺ハートで当たって。ハートで当たってよ。頼むわ。高弘出てきなさい。ダン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 。ガチャパパ。いや出てくんじゃねえよお前。パパ。パパじゃねえよお前。パパ。いやパパ大好きっ子じゃダメなんだよだから。いや違うんだよ。やっと出てきたのパパに会いたくて。引きこもりをやってって言ってるから。僕に引きこもれって言う。いやそういうことじゃねえんだから。引きこもりの楽器をやれっつってんだろてめえ。てめえ。いやてめえが。痛いよパパ。いや違うんだよだからパパ大好きっ子じゃなくて引きこもってる子供を俺は引っ張り出すから引きこもっとけ。どん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 パパ出てくんな。いやだから違うだからひどいよ僕はパパが好きなのにだから役から引きどうして暴力を振るうのパパ。うるせえな。あパパもう拉致はおかねえわ。違うパパのことをあまり好きじゃない子供をやってこんなにだから出てこいてパパ。あのパパお前パパしか言ってないけど俺いろいろな言葉言って疲れてんだ俺もうヘッドヘッドだ。お前はパパでいいかもしれないけどいやだから違うんだよパパ。いやもういいよ気持ち悪いな。もういいサンダーバードじゃねえんだよこら。おいなんでそれだけノリノリなんだお前よ。じゃあ引きこもりの子供で俺が引っ張り出すからガチャガチャやらして。なるほど分かった。疲れるわお前。どんどんどん開けなさい高弘。ガチャガチャ開けろ。ガチャガチャ開けなさい。横かよお前それよ。俺が恥ずかしいじゃねえかお前横に引くドアどうとかどうとって。なんだよやってんだお前。いつまでこんなこと続けんだ。飯も食わないでほら母さんがお前の好物作ってくれたぞ。これは豚の顔甘く煮たやつ。特殊かお前。何食ってんだうちの家族よお前。なんだよお前唐揚げがなんかでいいんだよ。どうしてこうなったんだ。学校でなんかあったのか。いじめられてんだ。いじめ誰にだ。教頭先生。特殊かお前。給食のおばさん。特殊かっつってんだよ。学校の近所のおじさん。特殊かもう学校関係者でもねえじゃねえかお前。クラスメートにしとけ。クラスメートだよ。ああそうか。どんないじめされてんだ。上履きを隠されたのか。シークレットブーツにされた。特殊かお前。どんないじめだよそれよ。上司が見ている前でズボンを。これはひどい。裾上げされた。特殊かお前。別にいいだろそんぐらい。クラスのマドンナに勝手にラブレターを出されて。なんだって。うまくいって2年間付き合わされた。特殊かお前。恋のキューピッドじゃねえかそうなったらお前。俺のことが雑誌に6ページも載った。は特集か。何が。いやいや俺知らねえよ。しかもそれが全部墨で書かれてた。墨汁か。いやだから何がって。今年で還暦60か。いい加減にしろ。どうも。はい、ねえもう本当にあれですけども ね、でもね最近ね、はい、あのおかげさまで日本全国からねあのファンレターなんかをいただくようになったんですよ。そうですね、おかげさまでいただくようになりました。本当にね、そんな感じでね、あの結構記憶に残ってるのがね、トシさんのツッコミってかっこいいですねとかね。あ、なるほどね。いいですね。本当嬉しいですね。いやでもねそれそうですよ。それは僕もねよく聞きますよ。友達とかね芸人仲間とかからもね。あ、そう。お前の相方のツッコミも関東一だねとかね。やめろお前。すごい上手いらしいねお前。何も出ないよそんなこと言ったって。上手いお前。いやいやいや、まあそうだってね皆さん期待してるから。いやそりゃそうだよ。頼むよ。右腕がうずいちゃってる。行くよ今日も。いや行っちゃったよ。いいね。乗ってますよ。イエーイ。では今日は行くよ。まあいい、もう乗っちゃったからこれ手つけられないよ。なうちのトシちゃん乗っちゃったら手つけられないからね。誰か止めてよ、うん、本当に、ね、止めてほしい、まあでもね、はいはい、夏でございますけど、夏だね。夏といったらいろいろやりたいことがございますからね。いやいっぱいありますよ。夏といえばイベントの宝庫ですからね。もう海水浴とかね、海水浴プール行ったりね、キャンプとかね、花火大会とかもね、花火大会ありますけども、うん、あなたが一番やりたいのは何。お祭り。うん、お祭りがね、うん、僕大好きなんですよ、お祭りが、ね、お祭りはね、俺も大好き、だってね、あの、お店がいっぱいあるんですよ。お店いっぱいありますよ、それね、金魚すくい、ヨーヨー釣りとかね、お面とかね、あとなんだ、焼きそば、焼き鳥ね、お好み焼き、ありますけれども、あなたが一番好きなお店は何？わたあめ、うん、わたあめがね、好きなの。わたあめはね、美味しいから、美味しいもん、ね、俺も大好き、うん、大好きでしょ、うん、まあでもね、お祭りよりはね、僕はやっぱり夏って言ったら、やっぱり海水浴ね、海水浴が楽しい。まあ、でも僕ら北海道出身なんで んですけどね、北海道の夏って短いんですよ、うん、で海に入るのともね、そうそう1週間とかないぐらいなんですね。ないんですよね、うん、だからあんまり、ね、思い出がないんですよね、うんうん、いやでもね、うん、そうなんだけど、うん、まあ、海水浴って言ったら一般的にはね、いろいろな楽しみが、ね、一般的にはね、それありますよ。スイカ割りなんか楽しいですよ、うん、あれはね、スイカ割りね、やったことないですね。俺もないからね、別にないんだけど、ね、ないでしょ、うん、俺もないけど、ね、じゃあ、うん、あれだ、ビーチバレー。ビーチバレーね、やったことないね。あちけー、やったことない。あれもねえもんな。
あんまりやんないね。やんないよね。俺もやんない、ああいうのは。うん、そうかそうか。では、じゃあね、なんですか、キャンプなんか楽しいね。キャンプは楽しいよ。みんなで本当、係を決めるからね。係決めたね。うん、俺、炊飯係。炊飯係。俺はじゃあ、火を起こす係。俺はね、水汲んでくる係。とかね。って言ったんだけども、あなたは一体何係？テント張る係。うん、そうかね。テント張る係。難しいからね、あれは意外に。いや、あのね、テント今簡単なんだって。あ、そうなんです。簡単。誰もやってください。うん、誰もできるなら。うん。子供でもできるって言いますからね。そうそうそう。そっか、じゃあね、子供の頃ね、いろんな遊びやりました、子供で。あったよ、楽しい遊び。ね、いろんな遊びありましたけどね。かくれんぼとかね、影踏みとか、ね、高鬼とかね、いっぱいありましたよ。あったけども、あなたは一体何で遊んでたの？だるまさんが転んだ。そう、これもね。あれが楽しかったのよね。あ、じゃあ、ひとさんにやってみようか、ちょっと、昔の遊びを。そうだね。じゃあ、かくれんぼやろう。お、かくれんぼ。よし、じゃあ、俺鬼やるから、隠れてよ。よし、わかった。変なとこに隠れるんじゃないよ。よし、行ってよ。もう一回まだだよもう一回まだだよもう一回もういいよあどこかな押し入れかないねえだ物置いねえな冷凍庫死んじゃうかなどこかなどこにいるのかな参ったなコウさん一体どこにいるのここだよ何やってんのお前あそこ一体どこなのよいやだからその壁の裏だよ何やってんの、うん、お前壁の裏ってあれ一体どこなのだから壁の裏だって何やってんの全然探しに来ないじゃん面白くねえよ全然何そこでさなんかパントマイムみたいにやってんの探しに来いよ何自分からやろうって言ったんだよ、うん、何考えてんのあそこ一体何なのだから壁の裏だよ何回も言わすなよお前全然やったことあんのかくれんぼいやあれ全然分かってないじゃんルールやっぱねだるまさん転んだのがいいんですよよしだるまさん転んだやろ面白いかなそれ大丈夫かなおお面白い面白いのね、うん、面白いんだったらやる面白いよ頼むよ、うん、面白いんだからねじゃあ行くよおだるまさんが転んだはい動いたはい待っていや全然動いた何やってんのルール知らないのだるまさん転んだの動いちゃダメなんだよ見た時に全然動いてたじゃんまあうんうん動いたけどね、うん、じゃあもう逆変えても大丈夫かな面白いかないや大丈夫だって俺得意だから面白い面白い面白いのね、うん、面白いお前動くんじゃないよお前、うん、こいつはすぐ動くんですよ、うん、よしじゃあ行くよ、うん、だるまはいタッチ、はい、全然弱くね何それ普通にそんな油断してたらすぐタッチされるよ遊びはもういいや、うんうん、昔の遊びとかもういいだってもう大人だもん、まあ、僕らだ大人ですからそうだよもうね一般常識をね考えないといけない一般常識ねなかなか言えないからねそうだよ、うん、知らないことがね結構あるんですよ結構あります例えばね、うん、ねあれ12個あるからね意外に言えなかったりすんのよ自分のしか覚えてない場合がそうそうそう、ね、あなたは言えるかな、うん、僕は言えます言えるのねはい12個あるから頼むよはいわかりましたじゃあ行きましょう、はい、スタートねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、すじ、さる、とり、いぬ、い言えた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 なお前おい言いますよこいつはそういうのは言ったよ、うん、間違いませんお前はできる、うんうん、俺は分かってた、うん、そうか、うん、じゃあねことわざなんかどうかなあことわざってほら日常であんま使わないからね結構できないねど忘れしてるど忘れしてるんだじゃあもうすぐいくよ俺が言ったらすぐ次続いてよ、うん、いくよ転ばる先の杖、うん、まあこれはね簡単だから、うん、2階から目薬磯川回れ豚に真珠猫に小判泣き面に蜂馬の耳に念仏完璧だなお前なさっからうん完璧だなうん、うん、ごめん虎の歌の機能あそれわかんねえわあわかんない、うん、じゃあ言ってみようそれ習ってない習ってないじゃあ言ってみよう虎の歌の機能はいいやわかんないうん、それ分かんないんだって、うん、俺習ってないから分かんないでしょ、うん、分かんないけど習ってないから分かんないんだもん、うん、そうかだから教えて、うん、答えじゃあまず言ってみよういやまず言ってみようってだって習ってもいないのさ言って当たると思う言葉ってすごいいっぱいあるんだよ、うん、そんなから何俺がさ、うん、選んでバッて言って当たると思う、まあ、答え教えてでも分かんないから一度一回言ってみて一回言って分かんないからこそ言って頼むトラヌタヌキの川山よそうか合ってたんだ知ってんの合ってたんだいや不安だったねなんか迷ってたもんあ分かんないからそうそうそう自信なかったほら恥ずかしいからさあうんあれ漫才中にねこんなこと言うのもあれなんだけども、うん、
面白い話してくんねえかなあ。面白い話もうこれがボケボケのもうこんなこと俺言いたくないけども、うんうん、右腕がもううずいちゃってああはい、はい、こいつが黙ってなああそっかおい仕事してないよってねあうんなるほど分かってくれた分かった分かったごめんね、うん、こんなこと言って俺言ってよ先にうんごめん、うん、じゃあいやあのね、うん、これすごい面白い話なんだよおお、うんあのね、僕のね、隣にね、夫婦が住んでるんですよ。ほうほうほう。ほんでね、そのね、旦那さんがね、一回この間外でね、なんかこんな動きしてたの。おかしいよ、こんな。何やってんだろうと思ってね、パッと近く行ってね、パッと見たらね、土食ってるんですよ。何、何それは。ほんでね、旦那さんに直接ね、あの、何やってんのって聞くの怖いから、怖い怖い奥さんに聞いたんですよ。あのね、旦那さんがね、土食ってましたよって。そしたらね、あのね、奥さんこう答えたんですよ。なんて言ったのよ。あのね、うちの旦那は3年前からアルツハイマーになっちゃった。若年性だって。ボケてたんですって。ボケろよおめえボケねえから俺一回もつかめないじゃねえかボケろ忘れてたんかこれがねあの、うちの不動産のおすすめ物件となっておりますからなかなか立派な建物ですね、いやそうですよ本当にお客様の条件全て満たしておりますからあ本当ですかはいはいはい、はい、じゃあの防犯なんか大丈夫ですか、ね、ああもうバッチリです縦横のチャックを開けたらスッと中に入りますテントを勝つんだよそれ入られ放題じゃないそれ差がありすぎますよちょっとああ一応鍵は2つついてますけどねあ26それは安心ですね、はい、あとあの、窓も2枚重ねとなっております二重差しそれは静かでいいね、はい、家賃の方も私と大家さんの両方から二重世紀バカ野郎お前二重世紀そこはいらねえんだよ冗談ですよ何すか冗談って、じゃあちょっと中入ってみましょうかああ入りましょう、ね、入りましょうはいはいはいこちらね、なかなか立派だな、はいはいはい、どうぞどうぞあ、はいはいはい、ほうほうなるほどなるほど、こうなってるわけですね、はい、あ、そういえばさ、今日泊まっていける彼女か何言ってんだあんたあ、大きめのスウェット出そうか彼女かっつってんだよ明日朝早いけど、気づかず彼女かってうるせえななんでここあんたんちになっちゃってんのまあまあ冗談ですか冗談って何なんですか、はい、気にしないでくださいどうですかあ、はいはい、でも意外に広いですね、まあ、天井は高くてね、筒抜けになってますか吹き抜けみたいに言うんじゃねえよどこに情報漏れんだよ、あとね下の床ひっくり返すと忍者出てきますよ昔かお前何だよそんなもん日当たりはもちろん風当たりも抜群です冗談じゃねえよ生活しないよ風当たり強かったらあそうですか言ってんすか、うん、まあまあまあ外見はいいけども、はいはいはい、これあれですか作りは頑丈なんですかはいそこはもうがっちり頑丈に作っておりますあそうなんですかそれだけは手を抜いておりませんへえ実は私には2人の兄がいたんですよ、はい、作りの手を抜いたばっかりに命を落とすことになってしまいました。え？藁と木の枝なんかで家を作ったばっかり。三匹の子豚かお前。三匹の子豚じゃねえかおめえよ。私末っ子です。知らねえよそんなもんお前。レンガだから安心でしたとか言ってる場合じゃねえだろてめえ。あとトイレの方ですね、うん、和洋中からやれますけど中ってなんだよそれはお前中華です洋式でいいよ洋式で洋式でいいですか、うん、あ、分かりました。キッチンはキッチンあ、キッチンはこちらなんですけどもね、うんうん、このグリルで魚焼いたりできますしあ、いいねこれいいね今ですとですね、うん、この小型のフライパンに万能包丁3つ付いてきます、うん、通販勝つんだよ何よそんなもんよあと火を起こす際には下にですね、うん、板と棒があるんでそれで起こしてください原始人かクロマニオン人か誰が誰がクロマニオン人だてめえこの野郎ごめんなさい冗談です冗談じゃねえだろこれ叩いたろってめえ冗談ですからそんな冗談じゃねえだろうがこんなに見てくださいよ、ほんでまあまあまあいいや、はいはい、こういうのは分かったけどさ、はいはい、この最寄り駅からどれぐらいかかるの、うん、最寄り駅からですとです電車で5分ぐらいですか、ね、バカかお前なんで駅まで電車で行っちゃうんだおめえよああのすり足で10分力士勝つんだお前二人三脚で15分やらねえよそんなもんお前30人31脚だと子供たちかお前やってたんかそんなこと結構早いんですよあれ早いんですよじゃねえよ徒歩でどんぐらいっつってんの徒歩で5分ぐらいですかねああそうなの冗談です冗談なのかよ6分変わんねえじゃねえか出しててめえ、ああそうかそうですよまあまあまあ、うん、駅からも近いしどうしますか決めちゃおっかなあお目が高いですね、まあでもですねあらかじめご了承いただきたいんですけども、うんうん、ごくまれになんですけどね、うんうん、押し入れにね全く知らない子供遊んでますけど無視してください、うん、できるわけねえだろおまけでねえかそんなもんお前は階段ですよいや階段ですよじゃねえそこ冗談ですよって言ってくれよお前冗談ですよ冗談なんか、はいはいはい、じゃあまあまあまあ、場所もいいし物件も気に入ったし、はいはい、借りちゃおうかなあ借りますか、うん、困ったなえちょっとね貸せないんですよはあ全部冗談だったんですいい加減にしろ釣れるかなキュッてなキュッていやおおよろしくお願いしますようこそ豪華客船タイタニック号へどこがだよただの釣り船じゃないですかこんなのいやいやただの釣り船と思ってもらっちゃ困るよどこがタイタニックなんですか床に穴が開いてすぐ沈むんだからどこ一緒にしてんだよ
勘弁してくれよ。タイタニックって言われてる。タイタニックってじゃねえよ。皮肉だよ、多分。いや、皮肉だよ、じゃねえよ。何言って、大丈夫なんですか、そんな穴開いて、これ。大丈夫だよ。穴はね、しっかりとね、あの、一升瓶で塞いであるから。何で塞いでんだよ、これ。奇跡的にね、すっぽりはまったの。知らねえよ。俺の好きな芋焼酎なんですよ。いや、知らねえよ。そんなんで大丈夫、沈まないですか、それ。一升瓶なんかで。そんなことよりな、今日は荒れるぞ。やっぱ海見ただけで荒れるかどうか分かるんすか。ああ、大荒れだな、今日は。俺のお肌。お肌か。どうでもいいわ、そんなのよ。いやいや、なんだよ、あんたのお肌なんてよ。非常に日光に弱くて敏感肌なの。知らないですよ、そんなの。でもあれですね、ここら辺の海はこの時期何が取れるんですか。ああ、この時期だとね、あれだよ。ほら、あの、ど忘れしちゃった。あの、あ、サバ。いやいや、違う、さ、サンマ。いや、違う、あ、魚。素人か、魚がね、取れる。分かってるよ、あんなこと。魚が取れるんですよ。その種類聞いてんでしょ、こっちは。でもやっぱこういう仕事してるとあれでしょ、うん、新鮮な魚毎日食えんでしょ。まあそれが漁師の醍醐味だからな。いいよな。焼き鳥に冷ややっこ、冷えたビールを喉に流して。魚食えよ、お前。全然魚食ってねえじゃねえかよ。やっぱ飽きちゃうんだよな、魚ばっかりだと。贅沢なこと言ってんすか、うん、いいから早く釣れよ。何なんだよその態度よ。釣れよ、もっと。